まもなくで少々お待ちください。はい。はい、お願いします。はい。えー、っと、じゃあ、えー、15時になりましたので、始めていきたいと思います。えー、皆さん、こんにちは。えー、みんなのつぶやき文学賞、発起人代表の若林文です。よろしくお願いします。 本日はですね、第4回みんなのつぶやき文学賞結果発表会ということで、1月末から2月の頭にかけて行われました、みんなのつぶやき文学賞第4回のですね投票結果を今日発表していこうかなというふうに思っています。早速ですね、本日の出演者を紹介したいと思います。まずは倉本さん、よろしくお願いします。 倉本さん、多分マイクが入ってる。すすマイクが。すみません、すみません、倉本です。よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。はい。えー、次橋本さんお願いします。はい、書評家の橋本哲樹と申します。今年もよろしくお願いします。はい、よろしくですお。お願いします。はい。え、長瀬さんお願いします。はい、書評家の長瀬海です。えっと毎年毎年緊張して前日眠れないんですが、<laughs> 昨日も。<laughs> 例年通り眠れなかったので、はいはい、はい、あの途中でイオドリンクとか飲んで大丈夫なので我慢です。<laughs> <laughs> なんで気になるのかわかんなす。<laughs> <laughs> はい今日もよろしくお願いします。 えー、それでは山本さんお願いします。はい、えっ、ー、と、山本隆光です。えっと、私、実は昨日ですね、あの、歯の手術をして、今、左側が腫れていて、<ー>ちょっと皆さん、あの、お話が聞き取りづらかったりしたら大変恐縮ですけれども、よろしくお願いします。あの、私も大変楽しみにしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、寝不足と、あと、あの、ハが痛い方がいて、すいません、あの、あの、なんか、 体を押して参加でもほら、つぶやきだからね、つぶやき文学賞だから、本来の趣旨に沿った感じのムードでいけるんじゃないですかね。本来の趣旨なのか本来の趣旨か、それもつぶやいてればいいんですよ。そうそう、なんか緩い感じで好きなものについてつぶやいていくっていうスタンスが、そういうなんかこう、多様性。じゃあ、ささやき文学賞ぐらいで。あいい。 おはい。じゃあ、えっと、早速、えー、続けていきたいと思います。はい。えー、今回はですね、えっ、ー、と、国内編の結果発表から、あの、先に始めていきたいと思います。で、後半の方はあは、海外編の結果発表を、えー、進めていきたいと思いますので、まあ、国内編、海外編と、えー、前半、後半に分かれています。では、早速、えっ、ー、と、国内編の結果発表の方から、入ってまいりたいと思います。 えっとまずですね、えっと、今回投票期間なんですけど、えっと、1月27日から2月の4日の、えっと、日曜日の、えー、期間に投票を行いました。で、ちょっと一つ、えー、今までですね、旧ツ,ツイッター、もう X になっちゃったのか、<laughs> あのー、つぶやきで、えー、ハッシュタグつけてもらって、えー、投票という形を取ってたんですけど、まあ、今回はですねいろいろちょっと考えた結果、 えー、専用の、ね、投票フォームを使った、えー、形式で、えー、投票を募りましたので、まあ、X、旧ツイッター以外からもです、ね、あの参加者があのいたという形になります。で有効投票数は、えー、192票になります。はい、で、えー、と今回はです、ね、5票以上、えー、国内編ではあの入りました、えー、第5位以上の,の作品を紹介していきます。では早速、えー、国内編の第5位なんですけれど。 えー、5票を、えー、得票した、えー、佐藤清夢さん、有限 F、川出処防審者と、えー、津原康美さんの、えー、夢明けの船か、同じく川出処防審者ですね、えー。この2作が、えー、ランクインしました。じゃあ、えっと、佐藤清夢さんの有限 F の方は僕の方からの紹介なんですけれど。 まあこれはですね、えっと、皆さんもあのご存知の方、多いかなと思うんですけど、あの、カ・トリパコがですね、ですでえー、直木賞を受賞した佐藤清夢さんの、えっ、ー、と、これは文芸に一挙掲載されたのかな、えーの、で、後にその炭鉱文化されたですね、えー、安永徹という、いうえっ、ー、と、幼少時代からまあ空を飛ぶことにこう夢見てというか、夢見るどころか、固修するようになったですね、えー、若者が、まあ、えっと、いえー、と自衛隊の,その戦闘機乗りになり、数奇な運命をたどるという、 いうえっと小説になっております。でもうすでにですね、えっ、ー、とまあいろんなところで言われてるかなと思うんですが、これあのミチヤム三島由紀夫にえっ、ー、と佐藤健が挑んだえっ、ー、と小説にえっ、ー、とまあなってるというふうなとか非常に話題になってたかなと思うんですが、まあそのえっ、ー、と安中通っていう名前自体があの三島の、えー、北条の登場の海の登場人物であったり。 あるいは物語の構造自体が、えー、金閣寺をモチーフにしているとか、まあ、いろいろですね、あの、三島に絡んで、えー、まあ、いろんな、こう、分析というか、論評されてるかなと思うので、ちょっと私もですね、さすがにこう、三島に絡めて、こう、新しく語れと言われると、なかなか立ち打ちできない部分があ,あるので、ただ、えっと、エンタメ読みとしてのですね、観点から、えっ、ー、と、僕が、えー、一つだけ加えられるとするならば、えっ、ー、と、三島と聞いて、おそらく、えっ、ー、と、佐藤さんのテスカトリポッカから、 えとまあ、佐藤さんのこうファンになった方は、なんだ、その三島にこうチャレンジしたってことは、まあ、テスカトリコアみたいな、ものすごいこうスピーディー感、あのスピードとスリルあふれる犯罪小説とはちょっと違うのかなって言って、尻込みしちゃう人、もしかしたらいるのかなっていうふうにちょっと思ったんですね。 読んでいくと、いわゆるその空を飛ぶこと、あの飛行機、戦闘機の,のコックピットに乗ることっていうのに、取りつかれてしまった男のその末路みたいなものをどんどん追っていくと、第3部で、えこんなふうに物語が大きくこうスケールアップしちゃうっていうところが出てくるんですね。で、まあ、ここの第3部の展開、何をどこをどう舞台にして、どう展開していくかということを話すと、ちょっとミステリーに言って言うところのこネタブラシに引っか,かかっちゃうので、そこは言わないんですけれど。 ここを僕は読んだときですね、これが例えば、そう早川文庫 NV で航空サスペンスですとか、えー、航空機をあの題材にした犯罪スケールのでかい犯罪小説ですっていうふうに、早川文庫 NV に入ってても全然おかしくはないなっていうぐらい、ものすごいあのエンタメ感に溢れた小説になっているので、あのテスカトリポカでね、あのものすごい えー、川崎とあの南米が結ばれるあの、これまたすごいスケールのでかい犯罪小説に佐藤さん挑戦しましたけど、えあれがですね、あのものすごいあの気に入った方にとっても、まあ、あの三島にチャレンジしたのえっていうふうにちょっとね、あのビビらずにあの読んでいただきたいなというふうにあの思っています。はい。ですね。はい。じゃあ、永瀬さん、塚原さんの夢明けのほにお願いします。はい えとこの作品はまあ先日亡くなられたね、あの、津原康美さんの遺作になります。うん、あの、さっき、あの、若林さんが三島っていうお話し,しましたが、えっ、ー、と、この小説は一言で言うならば、現代版三四郎です。 えー、なんでね、そういうふうに言えるかっていうと、一つがまず文体なんですね。あの、本書をこうめくってみればわかるんですが、全編にわたって夏目漱石を模したような明治の義古文で書かれてるんです。で、もう一つが、そんな文体で書かれるのが、現代の状況精神物語だからなんですね。あの、主人公は愛媛で育った秋の秋文。 あの彼は高校時代にある映画に使われていた音楽に心動かされて以来、映画音楽家に憧れ続けているんですで。一度は地元の大学で進学するんですが、中退して金を貯めて、その夢を叶えるために22歳にして上京を果たすわけです。で物語は、そんな周文が下宿のある代々木にやってくるところから始まります。そこで周文は、同じ学校に通う一学年上のヤ山という男と出会います。 カヤマの案内で、あの、下宿先,先にたどり着く、えー、文なんですが、その矢先、カヤマから部屋にまつわる、こう、機械な噂を聞くことになります。その噂っていうのが、シ文がこれから暮らすことになるこの部屋で、数年前に身を投げた、クゼカノンという女の霊が出るっていうものなんです。 あの物語はこう噂を信じようとしない修文が香山という男に振り回されつつもその周囲の人たちと新しい絆を結んでいくことで展開していきます。香山によって強引に参加させられた彼のバンドで知り合ったメンバーたち、彼らのたまり場であるバーのオーナーでカノンの姉の優子、あるいは修文と同じアパートに住む風俗嬢や謎めいた女装漫画家、修文を含めたそれぞれが 自分を守りながら、こう、自分を他者に開こうとする時の、こう、繊細な感情がこぼれる、その情景が、この、作品の中心にあるわけです。で、その影、あの、その影で佇んでいるのがカノンの亡霊です。カノンには、こう、真空よろしく人と人とを強烈に引き合わせてしまう特質があるんですが、そんなカノンの求心力が物語の中に、中密な人間関係の空間を作っていきます。 例の存在を疑う習文も通常では考え難い人と人との得意な関係性がカノンが介在するや不思議と成立してしまうそんなことをこう面白がある現代の若い人々の捉え難い精神の機微を言葉の中に移し取った明治風の現代小説津原康美さんの最後の達成をぜひ、ね、見届けてくださいって感じですはい以上ですはい えー、津原さんね、あの亡くなられてもあのツイッター文学賞でも、ねあのー、ランキングされてましたけど、ねうん、亡くなられた後もそもつぶやき文学賞を、ね、こうやってランキングに貼っていただいたのって、すごくなんか嬉しいなって思います、本当にあの天国の,、ね、あの津原さんにこの、えー、お知らせが届いていることをすすごく僕は願いますそうですね津原さんの,あのこれ、も遺作って言ったんですけど、実はまだまだあのこの後もあのも民間の作品が出てくるらしいので、皆さんぜひ期待しててくださいって感じですね。 じゃあ、国内編の第4位いきたいと思います。第4位もですね、2作ありまして、6秒を得票で、えー、鳥島電報さんの奏手のぬふれつん、カーデ処方新社えー、2冊目が小川聡さ,さんの、えー、君は手にするはずだった黄金について新調者です、えー。鳥島さんの奏手のぬふれつんは、橋本さんにお願いします。 はいい、えー、紹介させていただきますと鳥島電報さんの奏で手のぬふレつんはもともと2014年に川出文庫のアンソロジーノバプラス書き下ろし日本 SF コレクションバベルに収録された同名の短編が元になってましてあちらで、まあ、短編だったものを長編スピンオフとして刊行されたものでございますで、えー、と本作も鳥島電報さんの特徴である 独自の造語がバリバリに駆使されてはいるんですけれども、とこれまでの作品と比べて特に、えー、フォーカスが当たっているのが、まあ、家族小説、家族の年代着物であるという点です。で、まあ、その、今の普通の世界ではなく、まあ、別の世界であの、太陽をですね、54人の成人が担いでこう、ゴロゴロ あの運んでいくということによって太陽が巡るという、まあ、異世界的な設定があるんですけれどもそこで、えー、ある程度年を経るとですねその成人として選ばれたものはその太陽を運ぶという区域に身を投じるものとして、まあ、新たな人生を踏み出すと。でその一つの家族がまあ普通に、まあ、子どもを育ててえー、普段の仕事をして まあ、そして、あのー、その成人になっていく、ひじりと呼ばれてますが、になっていくという感じなんですけど、まあ、その太陽をね、転がして運ぶっていうのが、だんじりにアイディアを取られたもので、<laughs> まあそのだんじりとか見こしとかすごい大変じゃないですかが。そのね、世界観設定がまず非常に面白く、まあ、ただその、 非常に名誉なこととして、その犠牲を引き受けなければいけないっていう部分に対してですね、なんかこう、本当にこの名誉は名誉なのか、犠牲ではないのかとか、あの名誉なことだがあまりに年若くて、この犠牲を引き受けなければいけないのかとか、まあ、鳥島さんの作品らしく、登場人物たちもそれぞれにこの儀式に疑問を持ちながらも、まあ、そうやって代を重ねていくというようなお話になってます。 でまあ、仕事小説でもあるんですね先ほど仕事と申しましたけどですので特にその家族の中で2名に脚光が当たってるんですけれども、まあ、奏でてのヌフレツンはその奏でてというよ,ように楽器を奏でるものとしているんですけれども、まあ、その親とかはカニ解体工場で日々。 すごい凶悪でごっついカニをですね手を傷つけながら解体していくみたいな感じでそのカニを解体する作業が人間の罪をあがなうというか解体する作業としてねまた儀式として想定されていたり。うん などという感じですですのでこれまでの,、まあ、あの鳥島さんといえば第2回草原 SF 短編賞の解禁の党を表題作とした「労働 SF」でデビューされた方なわけですけれど、うんまあ、今まで以上にこの社会ですとか仕事ですとか、まあ、そういった部分にフォーカスしつつ、まあ、性別もなく われわれとは違った生き方をしている生き物たちなのに、その家族とか社会との関わり方は、なぜか非常にしなんというか、親身に迫って感じられるものでもあるとい仕事小説にはい、だんじり小説なんですねそうですね。<laughs> <laughs> 最高すぎる。<laughs> ね、<laughs> 鳥島ファンは絶対好きなお話だと思います。鳥島さんって祝祭のバカバカしさみたいなのを描くの本当にうまいですよね。うん、そうですね。今回もクライマックスの音楽や。のシーンとかが非常に良い感じです。うん、はい。あり,いありがとうございました。はい。 じゃあ、えっと、小川さんの方は、えっと、倉本さんですかね。よろしくお願いします。はい。私はこう、小川聡さ,さんの君が手にするはずだった黄金について、新潮社から出てる本ですねで。これは、著者自身、著者の小川聡さ,さんらしき僕、 の、という語り手が体験していく6つの話で構成されている作品集なんですけれども、まあ、そのうち、とりわけキャッチーで分かりやすくて面白いのが、表題作の君が手にするはずだと黄金についてとあの、5話目の偽物っていう2編なんですね。この表題作の方は、片桐っていう、この僕の高校時代の同級生が登場するんですけど、これが癖が強い。 こうーに言わせれば、自己評価が異様に高く、口だけが達者で、それでいて結果は出さないやつみたいに言われてしまう <laughs>。いくってなっちゃうんですけれども。まあ、でもその彼が十数年の時を経て、なんかギリギリ先生っていう名前で、どうやらこうネットで活動する有名な投資家になっていると。しかもどうやら80億を動かしてるとか、これ六本木のタワマンに住んでるとか、これ有名人とツーショットを撮ってるとか、まあ、随分となんか派手なことをやってるらしいと。でも というのが、まあ、一つの展開なんですねで。もう一つのこの5作目のこの偽物っていう方は、トーポータルサイトで漫画の連載している馬場隆二っていう男が登場するんですけど、この人、まあ、僕から見ると初対面の時、控えめで謙虚な様子ですごく好印象を持つんですね。 のちにちょっとした一件があって、彼のツイッターをちょっと覗いてみると、代表作は累計100万部突破だの、このフォロワー11万人とかだの、まあ、いろいろ香ばしい情報が品質してくると。で案の定、熱狂的ファンが多いと同時に激しく嫌われてもいると。で、その馬場隆二がこうある偽物をめぐってこう騒動を起こしてしまうってことなんですけど、この偽物っていうのが、 あの、ロレックスの偽物をずっと左手に巻いているっていうことなんですね。で、これは、あの、主人公というか、この語り手の僕は全く気づいてない。それがその時計に全然興味がないから気づいてないんだけれども、どうやら担当編集者っていうか、周りの編集者とか友人とかが、ロレックスの偽物を巻くやつは重罪だみたいな感じで、すごいなんかそこに、なんか、社会的なんかいろんなこう文脈から意味を見出していて、あいつはまがいものだみたいなことを言っているという。 でまあ、いずれもこの2作、まあ、承認欲求っていうテーマが浮かび上がってると言えるんですけれども、でも小川さんの小説というか、この文章の本当の持ち味って、むしろ意味っていうものにとことんこ,うこだわり続ける部分じゃないかなっていうふうに思うんですね。例えば、小川さとしさんがこう出版社にこの折り返しの電話をかけたときに、電話口で、どちらの小川さんですかって言われるシーンがある。え どちらのだろう俺はどちらの小川だろうみたいに、ここで哲学的に自問自答しちゃうんですけれども、まあそれと同じような感覚で、彼らが執着している、その偽物って意味についてとことん考えていくんですね。で、それが、まさに小説家っていうなりわにつながっていくっていう、この思考の可動域が広がるような、こう不思議と痛快な作品集になっている。 というわけでこう、まあ、いつも通り一応フリップを用意したんですけれども、小川さんの作品の今回のキープワードは、ド意味の意味とはっていうことなんですけれども、まあ、作中、本当にあらゆる言葉の用語の意味がすごい哲学的にこんと、この作者ならではのこう思考体系で考え続けるところがあるんですけれども、そうやってなんか作者の,この思考のフィルターを通すと、どん,どん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 現実が違うように見えてくるんですよ。 そういういい面白さがあると思います。うんうん、ん小川さんってでも幅広いですねなんか昨年はね「あの地図と拳」というう。作の大変冒険小説書いたことったらその次はあの「君はの」えーとであのクイズかですごい本格ミステリーをまあ書き。 と思ったらこんな,なんかいわゆるその自意識とかその、ね、自己研究的なこう小説の書くどれだけの歴史の中に持ってんだろうだ個人的には私は君のクイズのミステリーの部分は全然興味がなかったんですけど、うん、君のクイズの <laughs> でもその言葉の意味についてこんと考えていくくだ、うん、りがすっごく好きで、それが結構今回の作品集にはこの君が手にするはずだった応募についてに濃縮されているのですごく面白いなと思いました。うん、なるほど。 から小川さんは対策とか短編とかの、ねうん、巧みさとかのイメージが強いですけど、うん、まあその君が手にするはずだった音についてとか、君のクイズ、やっぱりもっと広い読者に対して、うん、まあちょっといわゆる文学通とかとは違うかもしれないんですけど、なんかもっと広い読者に対してアタックしていこうという感じも感じられて、新境地の一つですね、うん、あれ。 しかもね、はいあの、倉本さんのお話のように、結構哲学的な意味の意味をと、うん、論じていて、かなりややこしい話してるはずなのに、うんうん、全然その、ややこしくても、ついていくのやめたってならないのがすごいなと思いましたね。うん、そうそう,そう,、うん、そうす、ね、そう幅,幅広くリーチできる作家さんなんですね、そういう意味。うん、なんかやっぱしなんか抽象と具象化がうまいから、つる,つる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 読めていっちゃう。うんうんうん、はい。ありがとうございました。 では、えーと、次、第3位いきたいと思います。いはい、はいえー、第3位は、今日で、えっ、ー、と、きょ、えー、う、乗代祐介さんの、それはまこと、文芸春秋、えー、白石智之さんの、エレファントヘッド、角川です。はい、えっ、ー、と、書影はですね、山本さんが見せていただいているんですけど、えー、紹介は倉本さんお願いします。ありがとうございます。乗代祐介さんの、それはまこと、講談社じゃないや、<laughs> 文芸春秋から出ている本ですけれども、あの これ、角田川賞のね、候補になってて、まあ、それがハンチバックの回で、まあ、惜しくも受賞ならずだったんですけども、ハンチバックが強すぎたっていうのもあるし、ただこれ、その後、小田作之助賞と芸術選賞文、文部科学大臣賞の2冠なんですよね。やっぱ、すごくファンも多い作品ですね。 で、これ、主人公は、僕っていう誠、僕こと、この誠っていう高校2年生の男の子なんですが、まあ、彼はちょっと複雑な追い立ちのこともあって、まあちょっと学校に馴染めず、こう休みがち。で、その欠席した日に修学旅行の班が決められてしまう。まあありあるですよね。で、そのメンバー構成っていうのが、いわゆるこの陰キャと陽キャが入り混じっている。 男子4人、女子3人の組み合わせで、例えばサッカー部で活躍している人気者だったりとか、あと、いかにもモテそうな女子だったりとか、あと、かと思うと、このキツ音抱えている男の子だったりとか、あの、特待生で成績優秀なんだけど、まあ、近寄りがたくてちょっと、あの、いっつもなんか一人でいるようなイメージのある男の子とか、まあ、本当にこう、多種多様なメンバーなんですね。 で、その結果、この自由行動の行き先の話は父として進まないと。これ直前まで肝心なことが決まらないって、も高校生らしいぐだぐだが続くんだけれども、そこで誠が急に別行動をしたいって言い出すんですね。こう誠、誠を自分一人だけこう自由行動の日にご飯を抜けて別の場所に行って別行動をしたいって言い出す。 で、と、当然みんなは困惑するんだけれども、まあ最終的にみんなの、僕の一個希望を組んでくれて、しかも男ジ3人は、その僕に同行して日のまで、その日のに行きたいって言うんだけれども、日のまでついていってくれるっていう。で、そこで、こう普段は接点もなく親しくもない4人が少しずつ心を開いて歩み寄っていくっていう過程を、もう本当にエピソードが絶妙なんですけれども、そうした細々したエピソードの連続の中で描いていくという。 これ高校の修学旅行っていうのがポイントで、つまり引率の先生の監視があるんですよね。うん、でスマホには GPS とかがついてるから、そういうのもくっかいくぐっていかなきゃいけないと。でしかもなんかその、 時刻表ミステリーみたいな人がそこでこ、印刷の先生の時々おあるわけにいけないから。<laughs> そうそうそう。修学旅行のよくあるこう青春のなんかこうロードノベルに、なんかその時刻表トリックとか、<laughs> GPS を買い来るこうスパイ活動みたいなのが入ってる。<laughs> すごくなんか、なんか、ね、いろいろ詰め込んでたってすごく面白い。エンタメ的にもすごく面白いんですよ。 で、これしかも、こう、僕が前日に帰ってきたばかりの修学旅行の思い出を思い返して記録しているっていうスタイルだっていうのがポイントで、こう、あの、なんで、このおじ、なんかその、僕が日野に行きたいのかっていうと、実はそこに行きまくれたおじさんがいる。じゃあなんでおじさんに会いたいのかっていうと、3歳の時に母親が亡くなってしまって、祖父母に育てられた。で、父親はいない。で、おじさんはそんな幼い自分を引き取ろうとしていた、引き取ろうとしてくれた。 だけれども、中3の時にその話題を蒸し返してしまったことで、お,お,おじさんが怒ってしまって、そのまま家を出て行ってしまって帰ってこなかった。そういう事情があくまでみんなからなんでなんでなんで日の行きたいのみたいな感じで、こう、あの、問われる形で少しずつ少しずつ分かってくるんですね。だかすごくなんか、まっすぐのドラマが進まなくって、迂回とか、自勢とか、すごい、あの、いいよどみとかをたくさん含んだ、 一人称の文章になっている。だからそのお涙ちょうだいのドラマつるきになることを巧妙に避けてるんですよね、うんで。そこがやっぱりその日のあの、の作品のポイントで、私すごい好きなシーンがあるんですけれども、さっきあの、きつのある男の子が同じ班になっているって言いましたけれども、その彼が話したことを僕が、こう、また、まこ,とこと僕がね、文字に起こすときにね、僕は自分の発言だけ都合よく舐めして、 松の言葉は生で掘り出すんだから本当にろくでもないっていうふうに葛藤するんですね。そこが素晴らしくって、のりシゃ作品の語り手っていつも書くことの暴力っていうのを自覚して悩んでるのが特徴だっていう。でそこで、このそれは誠っていうこの作品のタイトルにもかかわってくるんですけれども、誠っていう漢字に注目してほしいんですけれども、はい。言うプラスなるで誠ですよね。おー つまり、行ったことがなるっていう意味なんですよ <laughs>。これね、実は、まあ、ノイジウさんが、あの、まあ、インタビューから、ちょっと、あの、聞いたことなんですけれども、まあ、そこを、修学旅行での出来事とか、みんなでのやりとりっていうのは、まあ、本当にあったことだっていう肯定にもつながっている言葉なんですよね。その、読めばわかるんだけれども、すごく複雑な家庭環境を抱えているから、内政的で、もう、ぐる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 、とぐろ巻くような、まあ、 あの自意識を持っている僕っていうのが、まあ、少しずつ少しずつその他の全く違う6人と関わることで変わっていくっていう様子が、まあ、その文章の流れから自然と浮かび上がるようになっているというここがポイントですね。これ、ね、他に読まれた方結構いらっしゃいますよね。あ,あのそうまさにね倉本さんの解説の通りで <laughs> 本当にあに毎年この を聞くくとねね皆さささんんんんののの解説説に驚でですすが小は本当そうなんですよ、ね、あの書くことについて、ストレートにこう、短くじゃなくて、もちろんね、作家全員そうなんだけど、うん、中でものりしろさんは、その主人公が何か書くっていうことを通じて、どうやってそれを自分との距離をね、うん、<laughs> あの、かつての自分との距離をあの探るかっていうのは特に印象的なのこの入り口の書き始めるとこでね、あの、うん うまく書けるんだろうかどうだろうかでもエイヤと書いてしまえみたいにして始まっていく、うん、そしてまあこれはこんなもんだってなんか自分の外に出したものについてのねあの自分なりの見,見方もそこに示されるっていうのがんだかねこれ 扱い方間違えるとさ、高校生の自意識って、付き合ってるこっちが恥ずかしくなっちゃうんだけど、そう,そ,そういうふうにならないっていうのはさすがだなと思いながら読みましたね。うん、そして修学旅行、今どきこうなんだなっていう。そうそうそう。そうそう。そっていうことに関しても、うん、やっぱりその、なんだろう、情景描写っていうのは非常に大事にされる。ううんうん、うん 小説家なんですよねのりしろさんはでこれまでの作品も風景描写とは何かってことをずっと突き詰めててでこの作品も一か所その途中の公園のところあの男子グループに分かれていって途中の公園のところの情景描写がすごくきらびやかで美しい場面が出てくるわけです。その情景描写もただその美しさを演出するために情景を描いてるだけじゃなくてその中の,その自分の無癖とか子供たちの無癖みたいなものをそこに映し出すみたいなことを、うん、の情景描写を使って何かをするっていうこと。 その、目的の先に何かがあるってことを、さんすごく自、覚的にやってて。その達成っていうのは、毎回毎回すごいなって思いますよね。うんうんうん。はい。なるほど。僕はもう、あの、アリバイ崩しっていうところの部分で。<laughs> <笑><笑>あたまにのも残りすぎていて、ああ、読み逃したミステリーがここにあるんだなっていうふうに今思ったので、はい、読みます。はい、というわけで、ちょっとミステリーの話が出たんで、あのこれは物本のミ,あのミステリーの話でございます、えー。白井智之さんのエレハントヘッドですね。で、あの白井さんは、えっと、一昨年、えっと、名探偵のいけにや人民協会殺人事件というですね、えっと、いわゆる奇跡を信じる、えっと、教団のです、ね、コミュニティで起こる連続殺人を、えー、多,重か多重解決ミステリーの形式で書いて 謎解き小説で本格ミステリー大賞を受賞し、美男椿文学賞の2020年版かあのにもランクインしたんですね。で、今回もです、ねえー、多重推解決者のです、ね、ものすごいあの巧みな技巧が書かれてるんですけど、ちょっと非常にちょっと僕、頭を抱えてしまいまして、えー、このエレハントヘッドのです、ね、帯文にです、ね、こんなことが書かれてるんですね、えー。まず表に絶対に事前情報なしで読んでください。 帯文の,の裏は、謎もトリックも展開もすべてネタバレ禁止っていうふうにですね、あらかじめ帯文の中で、版、えー、元からあの一切あらすじを言うなっていうふうに <laughs> あの言われてしまっています。で、確かにですね、読んでみると,、えっと、あらすじがですね、一切ちょっと言及できないんですよね。 えー、あらすじどころか、このそもそもこのタイトルのエレファントヘッドって何なのかっていうところも触れた時点でですね、あの、この物語の、なんていうか、肝というか、それが全てバレてしまうので、えー、ここではちょっと、えー、具体的な情報を一切言えないんですが、感、え、じ、ー、な点を2つだけ紹介しますと、1つはですね、えっ、ー、と、いわゆるあの特殊な、えっ、ー、と、設定を、あの、設定をですね、 えー、使った特殊設定ミステリーという,、えー、いうような構造になっています。で、その特殊の設定というのが何なのかっていうのを具体的に言った途端、これもネタバラシに低くない言えないんですが、そのですね、特殊の設定を使うことによって、えー、いわゆるその多重解決の,あの意,義意義というものをですね、再構築したのが、えー、このエレファントヘッドになります。いわゆるその、ある要素を入れると、多重解決というのがいかにこう、ものすごい、あの、 なんていうかなもう、螺旋状のごとく、より複雑化できるんだよっていうところを、えー、実験してみたのが、このエルハントヘッドのっていう小説じゃないかなというふうに思っていることと、えっと、もう一つはですね、えー、ここの最後の,あの核になるアイディアの部分のところについてはですね、ちょっと、あのー、人によっては、上っていうふうに思ってしまうようなアイディアになってます。なので、えー、上ってなるような小説があんまりこう、好まない人にとっては、 えー、ちょっとおすすめしづらい部分もあるんですが、その上となる要素からその逆三角形、逆ピラミッド型によって単に全てを逆算して作っていくかいうように、この小説の中に書かれることは一切無駄がないんです、ね。どんなですね、どの1ページ1ページに書かれているもの自体が全てが謎解きのパズルとして行使されて、あ、そっか、これも実はこの謎解きを構成するために、この このなんかとても読んでてちょっと耐え難いものも実は謎解きの部品だったっていうことは後から分かって分かって何て言うかな、ね、全くですね一部の隙もない小説になってるってところがまああ、ね、のやっぱ白井さんらしいし またその名探偵とトとは別のですね、あの多重解決の,あの方法というか、また一歩、その推理のあり方、ミステリーにおける推理のあり方もみたいなものを進化させたな、っていうふうに思います、まあ。ちなみに具体的なことは言えないと思ったんですが、そのアイディアの部分のところとかは、もうですね、ミステリー以外のジャンルの方の方が、むしろこれはすごく面白く読めた部分もあるんじゃないかな、というところだけ言っておきます。はい。 いやーこれねあの、私も読みましたけどね、<laughs> 若林さんをしていかに説明するのかを楽しみに今日はやってまいりました。<laughs> あのネタバレ一切禁止っていう、もうあの批評家とした手足をね縛られた状態であの水中に沈められてどうやって生きて上がってくるんだぐらいのね難しいあのミッションだったと思いますけど、<laughs> あ見事に。はいそうですね 白井さんの作品は全部ちょっと言いづらいというか、イ、うん、ディア自体がすごく物語の,その進行にものすごく密接に結びついてるがゆるに、うん、多分最初の展開も言えないことがすごく、うん、<laughs> そうです、ね、<laughs> う特にこれも一番最初にものすごいことが起こるんですけど、そ <laughs>、うん、のものすごいことが何なのかっていうことすらもちょっと言えないっていうね、それだけ緻密にこうミステリーっていうものを作られてるっていう証明だと思うので、繰り返しますけど、うってなるものが。 ちょっと苦手な方は、うんえー、ちょっとあの覚悟して読んでいただければと思うんですけど、うん、まあ、謎解きがとにかく好きな方にとってはね、あのこれ以上ないプレゼントかなと思いますので、うん、そうですね。と、うん、いうふうに思います。はい、ありがとうございました。はいはい、ではですね、えー、続いて、えー、もう第2位ですね。えー、第2位にいきたいと思います。はいえー、10票、福田節郎さんで、えー、銭と少子カンカン号です。これ、山本さんですかね。はい。はい、えっ、ー、とー、 第2の福田節郎さんの先頭、少子カンを山本がお話をします。もうさっきも申し上げましたが、毎年、毎年で私、これ3回目の,あの登場ですけれども、えー、このね、皆さんの喋りがすごすぎて、自分の番が回ってくるときにね、もうドキドキして何を喋ったらいいか頭が真っ白になっちゃいますが、頑張ってお話をします。でね、この福田さんの小説はもともとはですね、あの、 言葉と」っていうね、雑誌で、第4回言葉と新人賞を受賞されたものと、それからもう一個ですね、書き下ろしの「マックス・トキ」っていう、まあこれ、新幹線の名前ですけどね、「マックス・トキ」っていう、えー、2編が入っています。そして、この小説の、まあそうですね、あのさっきの若林さんの。 あとはあのご紹介とはまた別の意味であの筋あらすじの説明があまりこうなんていうのかな説明にならない感じのタイプの小説でもあるんですねただあの試みまでにねこの銭湯の方のねあのお話をこうあえてあらすじっぽく言ってみるとそうねあのまずね状況がへんてこなんですね主人公の俺っていうのが出てくるんだけど俺はえっ、ー、と知り合いからですねなんか 自分の代わりにちょっと、あのこ、こいつと会ってくれないっていう頼まれ事をするんです。しかもお金を7万円払うからあの頼むよって言われて、で、その会ったこともない木崎っていう人とですね、あの町,町で待ち合わせをするところから始まります。で、待ち合わせをして、 えー、早めに到着してあの、相手がこっちを見つけてくれたらいいなと思って待ってるとですね、それっぽい人が現れるけど、その人が別人とどっかに行っちゃうんですね、目の前でね。でえーえー、って思っていると、今度別の人からまた声をかけられてあの、女性が現れて、これも見知らぬ人なんですが、現れて、で、えー、ひょっとして、あの、ひ崎さんと待ち合わせしてましたとか言われてね、なんだなんだと言っているうちにですね、その女性と、えー、俺がですね、一緒にこう、 じゃあどもうやることもないんだし飲みに行こうよとか言って飲みに行ってですねでそのままあのはしご酒をしたりしているうちにいろんなことが起きるっていう、えー、だから今のね説明がほとんど説明をなしてないことからもお分かりかもしれませんが、えー、っと主人公の俺がどんどん巻き込まれていくお話なんですねで巻き込まれていく中で何ていうのかな あの次々とね、知らない人とこう遭遇して、で、なぜかね、その人の話を聞きながらあの、また新しい条件に巻き込まれて、なんかは知んないけど、途中に出てくる棚沢さんっていう人がねあの、死んじゃった前ミックの友達っぽい人の葬式に行きたいんだけど、ついて、葬式じゃないかな、墓参りだかなんだかにね、行きたいんで、ついてってくれないかなって言われて、またそれについていくとか、どん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 変なことに巻き込まれていくんですね。で、これ、私、読みながらあの、ちょっとおかしい。 いい例えかもしれないけど、クエンディン・タランティーノのパルプフィクションってもう、かれこれ30年前ぐらいですね、もうね、94年に公開されたあの映画で、はい、えっとねあの、ブルース・ウィルスが演じるね、落ち目のボクサーが出てくるシーンがあってね。はい、で、このボクサーが、あのマフィアから八百長や,やって、お前は試合で負けろって言われたのに、あのこともあるのに裏切って勝っちゃうんですね。で、マフィアから追われて逃げまくっていくと、えー、逃げまくっていった 勝手にですねへ、へんてこなお店にあの駆け込むと、マフィアのボスもそこに続けて入ってきて、2人ともですね、そこで店の主人にこうノックアウトされた状態になって、ですね、次に目が覚めたらえらいことになってるっていう、そういう話があのパルプフィクションの一部にあるんですが、これ、完全に巻き込まれのね、あのひどい話としてね、そっちを思い浮かぶ。ただ、福田さんの小説はその, <laughs> あのえげつないあのパルプフィクションほどね、あの ひどくはないんだっけど、ひどい状況には置かれないんですが、でもやってることはね、どん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 わけのわかんないことに巻き込まれていく。<laughs> でと、一つこれ皆さんにね、今の私の説明は全然の魅力が伝わってない可能性があるので、<laughs> もう一つ非常に大きな特徴として、その、饒舌な文体があるんですね。で、これをちょっとね、皆さんに味わってほしいので、今、あの不十分かもしれませんけど、冒頭部分は少しだけ読ませてください。こんなふうに始まります。<laughs> えー、顔もわからない人と待ち合わせをする、待ち合わせるということになれば、自分から声をかける気恥ずかしさを味わわないで済むよう、相手より先に目的地にたどり着き、ミナリの特徴などを伝えて見つけてもらいたい。そう思って25分も早く到着するよう段取りをしていたのに、2つ手前の駅を通過したところで、お疲れ様です。改札前にいます。ジャイアンツのユニフォームを着ているのでわかると思います。というメールが届いてしまった。 だいぶ早い到着なので、もしや約束の時間を間違えてしまったのではないかと確かめてみれば、そんなこともなく、向こうが勘違いしているのかもしれないが、ちなみに着ているのは慶喜のプロ,プロコレクションですとまたやってくる。そんな情報は別にいらない。球場の目折りで待ち合わせしているわけでもないのだから、うんんかんぬんこう続いていく話で、あの要するに主人公の俺のですねあの、心の中をどん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 そのまま、 えー、実況中継していくようなね、脳内実況中継タイプの小説なんです。そして、えー、人によってはね、これ、あの、人によってはというか、まあ、私がそうだったんだけど、さっき、パルプフィクションのね、巻き込まれの場面を思い出したのと同時に、初めてね、あの町田光さんの小説を読んだ時の衝撃みたいなものがね、ああら新しい形で蘇るというかな、ああ、思ってること、心配していることをこんなにあの、どんどんね、言ってしまう言葉にしてしまうんだ。だから、 この俺が語ってることのちゃんと計測してないけどね、半分ぐらい多分ね、場面に対するこうかもしれない、いや、こうかもしれない、こうじゃないのっていうあの、心の中のね、想像と突っ込みなんですね。それがどん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 あの書かれる。でも現実には、お話ししたようにね、巻き込まれていっちゃうっていう、そんな味わいなんですね。なので、あの小説としてはそんな風にね、 えー、次々何が起こるか分かんない場面を連続して読んでいくことになりますけど、最後までたどり着くとね、まあ結局はね、何が起きたの、何が起きなかったのみたいな、友達とバカ騒ぎして、あの、夜が明けた後の気分みたいな風になるんだけど、あのふとね、我に帰るとね、あこの福田さんの銭湯って小説を読んだ後では、 自分たちの日常生活がどんなにあの予定に満たされて生きてんだなっていうね気持ちになるんですね。つまりあの我々って予定を立ててで予定通りに行くのがねいいことだというふうにして生きてるわけなんだけどそのこの小説自体は全然物事が予定通りに行かなくてねもう最初の待ち合わせからしてボタンのかけ違いが始まってあれよあれよというふうに予定にないことしか続いて起きないみたいなね状態で。 でも、一周ひるがえってみるとね、あの本当はわ私たちの日常も予定に縛られながら生きてるけど、本当は予定してないことの山の中でもね、生きてるんじゃないのっていうふうにこう、現実の見え方が変わる、そんなあの印象を与えてくれる小説なんですねで。マックス時のもね、これ合わせて読むともっと面白いんだけど、お同じ、別人なんだけど、同じようなね、あの大役で、えー、墓参りに音ことになった人がね、同じように、あの ボタンのかけ違いからいろんなことにどんどん巻き込まれるってね、非常に愉快な気持ちで読めるね、そんな作品でした。というわけであの、次回作もとても楽しみにしているというところです。はい、以上になります。ここで意外にパ,パルフィクションの名前が出てくるとは思わなかったです。<laughs> <laughs> はい。<laughs> はい。ありがとうございました。それではですね、えー、第1位の発表に参りたいと思います。 国内編第一位は、じゃか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 じゃん、あれかな？つむらきこさん、水車小屋のねね、毎日新聞出版でーすおめでとうございまーす。はい。というわけで、あのつむらさん。 水車小屋のね見事一えっ、ー、と十二票ですね獲得でございます。ちょっと長谷さん簡単にあのあらすじだけ長谷さんなんかご紹介いただいた後みんなでちょっとこの小説について語りたいあいたいなと思います。はい。 えっと、この津村さんの水車小屋ね,ね、この小説の中心にいるのはリサとリツという二人のまあ孤独な姉妹なんですねで。彼女たちが山深く自然に囲まれた静かな町に引っ越してくるところから、まあ、物語の幕が開きます。18歳のリサは母親の婚約者の暴力から8歳のリツをかくまうために逃げるようにこの町に移り住み、ある蕎麦屋で食を得ます。この蕎麦屋は川のほとりに立つ水車小屋で、 そば粉を引いているんですがその晩をするのがヨウムという鳥のネネヨウムは寿命が50年近くあり人間の3歳児ほどの知能を持つ鳥なんですねこの小説はそんなおしゃべりなヨウムのネネの世話を任された二人の人生を描きながら水車越えに流れる1981年からの40年という時間を物語の中に刻み込んでいきます 頼るものがない二人は貧しくて孤独なんですが、そんな姉妹を心配する大人たちが彼女らを見守ります。そば屋の並子と守るっていう夫婦や、えー、母親の暴力的な婚約者から二人を庇護する絵描きの杉ぎ子。一人立ちする二人を応援するように助けてくれる立の担任の藤沢先生。それだけじゃないたくさんの町の人々。みんな 姉妹を支えるためにそばに立ってくれるんですけれども、そこにある距離はおせっかいなほど近くなく、でも孤独を忘れられるほどに遠くもないんです。この小さな町でリサとリツが見つける信頼と安心は孤絶した人間を回復させ、彼女たちを別の誰かのそばに向かわせるんですね。例えば、家族に壮絶な出来事があって一人になった元ピアニストのサトシ、あるいは母親が病み自分の人生を諦めかけた中学生のケンジ。 リサとリツたちは自分たちの成長の過程で出会う彼らに優しく手を差し伸べ生きる希望を与えていくんです。リツは最後にここにいる人たちの両親の集合こそが自分なのだと心の中でつぶやくんですが物語に蓄積した時間の重みがその言葉の真実を確かに伝えるわけです。そしてその全てを、ま、見守っているのがネネなわけです。でネネが見つめる40年の時間は人間が人間を信頼することの比類なき美しさに満ちている。 そんな40年の時間にいつまでも身を委ねていたくなる傑作大河小説がこの水車小屋のネネなわけですよね。これ、ネネ、はいねねね、ってすごくやっぱ好きというか可愛らしくて、うん、あの僕がいいなと思ったのが、えっ、ー、と、あるそのあの、まあ、あの兄弟姉妹が、えー、と母元の母元かえっ、ー、と母親とちょっと一旦会って別れるシーンのえっに、えー、とネネがですね、映画の「グロリア」のセリフを。を あパッというシーンが、あってあれがすごく好きなんですよね。あと、映画のグロリアって、要は、あの、子供を守るために全然見ず知らずの女性がその戦うっていう話じゃないですか。そういうところに、あの、全然その関係のないね、あの、子供を守るっていう、その話のが、ここに出てくる、あの、彼ら姉妹,姉妹を、えのなんとなくその助けてくれる周りの大人ともね、すごい重なって、あ非常になんか、 グロリアの使い方がないなっていうふうに思う、そこのネネの部分で思ったんですね。そういうちょっとあの細部のその可愛らしい部分みたいなところも、すごい僕にはあの心に残った小説です、ね。はい、そうです、皆さん,ん、あの、うん、ネネってなんかめちゃめちゃ喋るから、いやいや、まさかそんなね、まあ、小説だろうなって思うんですけど、YouTube でヨウムの動画見るとめちゃくちゃ喋るんですよ。だからもうないや、いや、ヨウムってこんな賢いんだって。 この,ので初でめてて知ったったいう感じしかもそのねネネ、ね、があの新しい言葉とか人の名前を覚えるときにあの言いづらいね言葉があってそれをこう一生懸命繰り返す、うん、でその様子とそれからね簡単に口にできる言葉との、ね、対比してる場面があってで主人公はその。 ねねが言いづらい言葉を、こう、なんかこう、繰り返そうとしてる場面の方がね、あの、その時の方が、ねねがね、こう、厳粛で、あの、威厳があるように感じられるっていうね、すごい細かい場面なんだけど、そう、ねねというね、要も、私もね、長瀬さんと一緒でね、えー、まさかこんなには喋らんでしょうと思ってね、やっぱり YouTube を見てたの <laughs> 同じ感想に至りましたけどね、そのウムに対する、ネネに対する視線っていうのかな、それも本当に細やかに描かれていてね、本当そうなんだなと思って読みました。うん、というわけでですね、<あ>えっと、実は今回ですね、あの国内編第1位取られた、えっと、津村さんにあのゲストで来ていただいております。今ちょっとあのこのズーム上の,その待機室の方にあのいらっしゃるので、 えー、ぜひ、あの、津村さんに、あの、登壇いただきいただきたいなと思ってで、えー、中の人、えー、ご準備をお願いします。はい。ちょっと、あの、津村さん今、あの、であのご登壇されると思うので、もうちょ,ちょっと、このまま、あの、話、お待ちくださいというか、えー、感じですね。はい。で、なんかその、僕、んなんていうかな、この姉妹の話にこう、 こう、焦点を当てると、結構その、まあ、ネグレクトじゃないけ、まあ、ネグルほぼネグレクトみたいな状態か。で、えい、ー、さん<あ>中村さん、参加されました。ああはい。よいしょ。じゃあ、共有とします。あこんにちは。こんにちは。聞こえますかあ、聞こえます。ありがとうございます。よろしくお願いします。たまたまおしいところ。すみません。 すみません。時間、あの、ないんだか。ありがとうございます。はい。この度は、あの、1位、第4回の国内編1位受賞おめでとうございますお。ありがとうございます。<ー> <laughs> はい。 であの津村さんにはですね今回あの、今まではずっとあのアミグルミトロフィーをあの受賞者の方に送りいただいあのさせていただいたんですけど今回、第4回からの症状をあの、こういう形で特性の症状をあの作成してお、えー、送りさせていただいております。まだあの多分えっ、ー、とまだお手元にはかなと思うんですけど、こういった形でね、ごめんなさい、今ちょっとぼやけちゃったけど、こういうふうにも入っておりますので、受け取っていただければなと思います。はい、おめでとうございます、はいはい、じゃあ 受賞の言葉をですね。ちょっとあの津村さんの方からいただければなと思うので、よろしくお願いします。はい、すみません、じゃあちょっとあの読み上げさせていただいていいでしょうか？本当にあの、はい、直接フォメラに書いてるんで <laughs>、これをあの神のように持って読み上げさせていただけたらと思います。 えっとこの度はあっても光栄な賞に選んでいただきありがとうございました。えっと投票してくださった皆さんに本当に感謝を申し上げます。えっとみんなのつぶやき文学賞あのツイッター文学賞の後継ということで、えっとあの本好きの方が。 投票してくださる賞という印象があるので、あのとても良かったなと思います。えっと、小説を書いてる間っていうのは、もうちゃんと書けているかどうかとか、あと、まして面白いのかどうかなんて全くわからないので、 こういう機会があるとあの本当にあのな毎回の自分の小説の話をあの全然知らない人がしているたびに思うんですけどあのよん読んでもらえたんやってまず思いますしあと悪くもなかったのかなっていうまあそうですねあのああ安心するっていうかちょっと驚きますで、えっと、ツイッター文学賞はあの2000ツイッター僕前身のツイッター文学賞は2010年から始まってるんですよね。 であの自分は2009年にアクター川賞に選んでいただいた後あとまだあの会社にいた頃で,で、えっと、この先のキャリアをこう、まあ、ど,うどう軌道に乗せていったらいいのかすごく悩んでる時期だったんですででそういう時に「あのワーカーズ・ダイジェスト」という本をあの出しましてで、えっと、一般読者さんの投票による、えっと、2011年度の イッター文学書6位に選んでいただいたっていうことをあの担当さんから聞いた時にあの本当にありがたかったっていうのをすごく覚えています。えっと、あと自分はもう一回あの6位をいただいていて2014年、ね、ンの「e v e r y t h i n g f l o w っていう小説なんですけれども。えっと このエブリシングフローズっていう小説を書いている最中に会社を辞めてて、やっぱりこういずれにしろこれからどうしようか悩んでるときにあの、いや、それほど悪くはないんじゃないのっていうふうにそのよく声をかけてくださった賞があのツイッター文学賞でした。であの、だからすごくとても感謝していますしまたこのこういう光景の賞を自分がいずも。 いただけたって本当にあの感謝しております出社小屋の年、ね、ネ、ね、の構想を考えたり本文を書いたり編集していた時期はあの2020年1月から2022年の7月まであの本当にコロナ禍に重なっている時期で,で2020年の1月から下作業を始めてであのランの担当さんが未定のままそのあの自分まあ 誰っていうのがちょっとあの過渡期で決まっていなかった時にあのなんとか、まあ、でも小説を書き始めないといけないのであとあの自分でなんとか友人を頼って水車の取材を。 手近な近くの水車の取材させてもらうことから始めたんです。で、イコーマーとか、ラシヤマとか、セガの水車を見に来ました。で、あのどうしてシナノ遠征の話を書くことにしたのかというと、その遠くに取材に出ることができないので、記憶、 だけで小説を書く必要があったから、なんでですねコロナ禍でも本当に出たあの、西沢デイっていう小説を書いたときにあの、全国の J2 の試合を見て回ったっていうのと、あと自分でそのサッカーの2部リーグを作った場合に、各クラブの本拠地をどこにするかっていう取材をし、すごく日本のいろんなところに行ったんですけど、それは本当に重要なことでした。あの、寿司小屋のネネを書く上で重要なことでした。であの この小説をそのコロナ禍で書いていたっていうことは、あの、自分にとって仕事以上に支えになっていたなっていうふうに今考えると思います。えっと、自分はそのコロナウイルスっていう現象とか、その影響力は信じていても、その歴史的な意味とか普遍性を与えたくないっていうのは、本当に常々思っていまして、で、 その毅然と対処する災害ではあっても必要以上に感情を傾ける対象にしたくないっていうふうに思ってたんですね必要以上に恐れたりもしたくないし必要以上に軽んでたりもしたくないってずっと思っててだから、まあ、変な話ですけどなんか、まあ、自分も書かれたんですけどすごくいやらしい病気なんですよねずっとなんかあの治ったのか治ってないのか分からないみたいな状態が結構続いたりするっていうだからああいうその時らしい性質のものにその 魂を明け渡してなんかた,ただの風ですよねって取りなしたりそのあなたと共に行きますとその時間を捧げたりもしたくなかっただから自分はその小説の中ではコロナウイルスから離れていたかったしこれは普遍的なものではない小説の方が普遍的なんだと思って書いていましただからその「ねね」年を書くことによってそのコロナウイルス本当にその影響を与え 影響をした自分たちの生活、蹂躙したコロナウイルスに対してはその、お前は誰かの人生のちょっとした期間でしかないっていうふうに、その小説の中でもすごくコロナウイルスって最後に本当にちょっとだけ扱うんですけど、そういうふうに書けたのは、自分にととってもいいことだったように思いますだからそういうわけで、あの小説っていうのはその自分にとってはその不愉快な押し付けられた時間への抵抗。 だったんですねで、えっと、そんな風に感じた人はほとんどいないと思うんです私の中だけの話だと思うんですけれどもそういう思いで書いていた話にそのいくらかの方々が共感してくださったことをそのすごく嬉しく思います改めて投票してくださった皆さんには本当にそに個人的な小説なんですけれどもそれに目を向けてくださったことに感謝を申し上げたく思います本当にどうもありがとうございました また別の小説でお会いできましたら幸いです。ありがとうございます。ありがとうございます。もう永久保存版ですね。ありがとうございます。本当に。ちなみにごめんなさい。僕の部屋のレイアウトは津村さんリスペクトです。今日は。私の方が津村さんのことが好きだ。変化はやめて。 <laughs> 本当にどうもありがとうございました。<laughs> あの津村さんの作品は、あの今、あのえっと、ワーカーズダイジェストとかのお話ありましたけども。それ以外にも、あの例えば、えっと、きえっと、なんだっけ。きさっきか、さっきの、えー、と、忘れ物。とかも、あの、うん、みんなのつぶやき文学者第一回で、ノミネートされていたり、本当。あの、もう、数多くノミネートされてるんですよ。それだけやっぱり。読者に愛されてる作家なさん、なんだ、なんだなって、僕は感じています。なんか、その。 ノミネート歴を語ると、いかに取るのが難しい ?2011 年からね、その、あの、なんて言ったんかの、私はあのノミネートを繰り返してるわけですけど、本当に今回取れてよかったです。よかったっていうふうにその、自分でその歴史を思い出しながら思いますね、本当に。でも、すごく本当に励ましていただいた賞だと思います。あ,あの 今あの、スピーチの中で、僕、不愉快な時間を押し付けられたことへの抵抗っていう言葉をおっしゃられたときに、すごくあのハッとしたし、なんかその、多分おそらく誰でも多分あのもしかしたら読んだ方はあの気づいていらっしゃらないかもしれないけど、つの妻さんおっしゃいましたけど、もしかしたら誰でもやっぱり不愉快な時間を知らない間にやっぱり押し付けられていて、 それに対してやっぱり抗いたいっていう気持ちが、なんかどっかしら、特にそのコロナでこう生きた僕たちにとっては、うん、何かしらやっぱ感じてたことがあると思うんですよね。そういったところが、もしかしたら、あの多分知らず知らずのうちに、僕は今回の小説からすごいあの、うん、感じていて、そこが今あの、津村さんのその言葉によって、すごく輪郭をなして、すごくやっぱハッとし,しました。なんかこのスピーチをきあの間近に聞けて、本当に良かったなっていうふうには、すごく思ってます。はい、うん 話せてよかったですあんまり <laughs> の40年以上のそのウムの寿命は50年ということで、まあ、その10年単位とかの長い中を、まあ、その人間の生活が音楽であったりまあその,のネネが新しく覚えた言葉であったりとか、まあ、ちょっと人間そのものではなくて、まあ、人間から少し距離のあるヨがこがぎゅっと物語の中心にいたことが。 なんというかすごい心地よい距離感ですしなんというか並走しやすいあのああ登場人物のと一緒に並走するのにすごく素敵な距離だなと思いました。 しありがとうございます。そのな長い時間を、ね、取り上げたのは、あのたでも一重にその、ヨームの寿命が長いっていうところから始めてるんで、ヨームが中心になければあんなに長い時間を取り上げませんでしたし、やっぱりコロナ禍にコロナ禍のことを書くめになっていたかもしれない <laughs>。だから、それを考えると本当にあのいい時間でした、書いていた時間を。ありがとうございます。 あの本当にねあの、まあ、ツイッター文学賞のことに言及していただき、なんかあの続けてて、やっぱりあのすごく良かったなというふうに、あの改めてあの津村さんの,あのスピーチをあの伺って思いました。本当にですねあの、この度は本当に受賞おめでとうございます。ありがとうございますありがとうございました。本当にすいませんどうもありがとうございますはいといとうわけでございまして、えー、第1位、えーと、水車小屋のねね津村きこさん、毎日新聞出版でございました。はい でえっと、国内編の,あの一応ランキングの発表についてはここまでなんですけれど、えっと、実はですね、毎年恒例で、えー、一票だけ作品というをあの皆さん気になったものを登壇者に紹介してもらうっていうのをあのいつもやってるんですね。で、あのーまあ、今回ですね、いろいろこうホームの投票とかもあも受付切り替えたこともありまして、結構いろんな、あのー、一票作品が入ったので、 今回はですね、あの、毎回は一作だけなんですけど、まあ、あの、余裕があれば、えっと、あの、え二、ー、作以内でご紹介するの OK だというふうな、えー、ことにしておりますので、あ、津村さん、あの、全然、あの、ですけど、あの、このままですね、各登壇者の、えー、っと、一票先あ、そうですね、津村さんあ、ありがとうございました。はい。津村さん、ありがとうございました。 いつもね、順序を順序弱だけだから、あのどのちゃんも残っていただけないたんですけど、はい、えー、一票作品の方のですねあの紹介の方にいきたいと思います。今日のあの自己紹介した順からいきたいと思うので、まず、倉本さん、お願いします。うん、あ声が。倉本さん、声がいやで。さっき、ちょっと津村さんのこと好きすぎて何も言えなかったんですけれども、<laughs> 私が一票作品であげたいのは、<laughs> 津村きっこさんのうどん陣営のジュナユーネクストから出てるやつです。あー、すごい。お これはね、去年もう一作出ていて、これもね、垂直が出るとはね、また全然対照的な味わいの本で、あっちが、それこそあの作中にこう、自分がおそらく姉やあの人たちや、これまで出会ったあらゆる人々の良心で出来上がっているっていう素晴らしい一節があるんですけれども、うん、逆に、<laughs> しょうもなさ、人々のしょうもなさ、しょうもない自衛,自衛心とか、なんかこう、なんか 虚栄心とか、まあそういうもので出来上がっているのがうどん自営の受難なんですよ。こうあの本当に小さな会社のあの社内闘争、社内政治についてほ低い目線で人一人分の視界で書いていくのがもうその技がね素晴らしすぎるのでぜひ読んでください。あの津村さんが多分まあ わかんないですけど久々になんかこう会社をしっかり書いてるなって気はしましたよね。うんうん、でもなんかその店がさ、こうなんかみんなが本当にしょうもないことでさ派閥作ってるのがさ、そしょうもなさの度合いが本当にリアルで面白い、緻密で。<laughs> そうですね、僕も今回そのランキング見て、あつ妻さん、こちらも、ね、入ってるよっていうふうに言ったので、ね、2作。そ、え、ば、ー、のほうとうどんのそうだ。 そばうどんで入ってんだ。そば対うどんの対決だった。<laughs> 年類対決だったんだ、これは。<laughs> はい、ありがとうございます。じゃあ、えっ、ー、と、順番だと橋本さんですかね。はい、はい、すいません。えっ、ー、と、私、じゃあ、今年の一票で、特にこれを押したいなと思うのは、井上真木さんのアリアドネの声、検討者を、なんかちょっと。 皆さんにこれはですねベンチャー企業で救助向けドローンのインストラクターとして働く青年が主人公なんですけれど、まあ、このドローンを運輸網に活用した最先端都市のお披露目の時にちょうど大地震が起こってしまって。あの 見えず聞こえず話せない女性が一人だけ地下に閉じ込められてしまうと、でそれをまあ急遽ドローンの救助に挑んで、な、ま、ん、あ、とか救おうとするんですけれどっていうお話で、まあ、そういう次元スリラーですね、いわゆる。なかなか日本を舞台にこういう次元スリラーを作るというところがまず難しいですし、まあ、その。 ドローンという、ちょっと最先端なものと、まあ、それを使って、まあ、どうやって社会を良くしたり、まあ人を救ったりっていうことができるかっていう、結構希望があるタイプの、あのエンターテイメント小説で、しかもどんどん予定外の事態が起こってですね。あの一瞬たりとも読者に気を抜かせない、本当ドキドキして読めるというものなんですけれど、すごくすが清が,すがしい大。大大。大 満員であのこの登場人物たちがこの後どうやって都市や社会をもっと良くしてくれるかな？っていうところも気になる最後でした。はい、おすすめです。僕も読みました。あのいわゆるその冒険小説って障害物競争小説だよね。って言ってるところのまさにそのあの典型だと思って、いわゆるそのディキャップを背負った登場人物たちが。 目の前に出てくる障害をいかにその工夫してこう乗り越えていくかっていうと、ころの工夫のパターンでこう読ませていくという、まあ、あのスリラー小説のすごい忠実な国宝で書かれている小説になっていました。で、ね、井上さんって。井上さん、すごい謎解き小説のイメージが強いんですけど、まあ、こういうなんか冒険ものみたいなものを書いても、すごい優れた書き手だなってやっぱり思いました。 じゃあ、えっと、順番だと永瀬さんですか、はい、ごめんなさい。はいえっと、僕が、えっとえー、紹介するのは、えー、沼田信介さんの「現実、木山の話」っていうこの作品です。えっと、これあの沼田さんって、えっと、2018年かな ?2017 年、2018年かなにエイリーで芥川賞を受賞して、でそこから、あの、まあ 作品は発表されてるけど、本としてはまとまってなかったんですね。あので、これが本としては2作目の本になります。でも僕はもう本当、イリーでこう打ちのめされた沼田さんの言葉に打ちのめされた人間なので、本当もうこの沼田さんの言葉をずっと待ち続けてたっていう、そんなあのようやく手にしたって感じなんですけども、まあ、簡単に言うと、これはえっと連作短編集で、木、えー、山という男が、こう、えーまあ 簡単に言うと、東北とか東京とか、あっちこっちに行って、いろんな人と会うっていう、まあ、そういう話なんですね。ただ、まあ、あの、その中で、その木山が、こう、どこか陰りを抱えてるんです。でまあ、あるって言えば孤独なんですよね。で、その孤独さを、この沼田さんの、すごく研ぎ澄まされた言葉で、こう、こう、こう、なんだろうな、形作っていくっていうのが、すごく、こう、なんだ読ませるっていう感じで、で、その、 木山の陰りが実はこの世界全体の、今の世界全体の陰りなんじゃないかっていうところとかがこう共鳴し合っていったりするよ、そんな作品集になっていて、本当なんかこう、全部ね、朗読して読んでいきたいなっていうぐらいの、本当すごく力強い、しなやかな言葉がこが全編で使われている、そんな作品集です。はい、ありがとうございます。そしたら、順番、山本さんかなはい、えっと、山本です。 私はですね、柴崎智子さんの続きと始まり、終映者を選びました。まあ、えー、と言ってしまうと今更私が何か言う必要のない作品ではありますが、あのこれ多分賞にありがちなことなんだけど、あの年末、12月の半ばとかに出版になるとですね、あの12月末までの本っていう時になかなかこう、票が実はね、集まりにくかったり、あのそれから、なんていうのかな、あの な表に出づらくなるってこともあって、ちょっとね、これをあえて今回選ばせていただきました。実際、の第74回の芸術戦勝文部科学大臣賞の文学部門を受賞もされているのでね、すでにあの十分評価もされているわけですが、これは、あのー、 まあ、柴崎さんの小説は、ね、いつも巧みに日常を描かれているというのでこれ確か倉本さんも、ね、あの解説を書いていらっしゃったことがあると思いますけど今回は3人の人物にスポットが当たっていて2020年の3月から2022年の2月までこうそれぞれの人物のエピソードが2ヶ月,2ヶ月おきにこう進んでいくみたいな三、ね、福対の。 あの絵画のように展開するんですけれども、それぞれ、まあ、みんな普通にあの仕事して働いていたりですね、えー、しているその様子が描かれるわけですけれども、その中に、あの時期からしてね、お分かりのように、さっきの津村さんのお話にもあったように、2019年末から、ね、新型コロナウイルスの感染が拡大が始まってますので、まさにどっぷり。 コロナの感染症の話が、まあかぶってくるわけです。ただ、それをあの柴崎さんはですね、何か大問題だとか、これがあかんとかですね。いいとか悪いって話は一切しない。その代わり、それぞれの人があの日常の中でね、あ。 マスクがなんか品切れっぽくてね、急に商店街にこう、マスクだけ箱で置いてる人が現れて、今日は2000円で一箱売っているんだけど、翌日になったら値下げしてるみたいな、我々もあの、リアルタイムで経験したはずなのに、すでにもう忘れてウェアやアになっているような、細かな日常の生活の中でこそ人が感じることをですね、本当にあの、つぶさに書いてくださっている。そしてそこに、えー、さらにはですね、2011年の あの東日本の大震災の記憶とかですね1995年の、えー、神戸の震災などの記憶もそれもふと人がまさにあの日々の中で思い出すような形で描かれてね記憶がこう遠近で重なって描かれる様子が本当に巧みであのこれってあの、まあ、月並みな言い方ですけど文学以外ではなかなかこの生活の中で人がこういうことを覚えている様子っていうのはね描きにくいので。 これ本当にすごい達成をされたんだなと思ってね。で、つい最近、あの、100年と1日もね、文庫化しましたので、合わせてお読みいただければと思ってご紹介します。はい、以上です。ありがとうございます。100年と1日はね、あの、記念すべき、みんなのすべき文学賞の第1回の国内編受賞、うん、そっか,か、そっか。はい。それがもう、文庫化される、はい、あの、もう、なんか時間が経ったんだなっていうのを考えととも、山本さんの解説を聞いておりました。うん、はい。ありがとうございます。 はい、じゃあ、えっと、僕、最後、あの一冊、最後の僕の一冊なんですけど、ちょっと、あの、すごい面白かったのに、去年のミステリー会で全然話題、あ全然というか、あまり話題なかったので、ここで押しときます。えー、木之江京さんの鬼の話を聞かせてください。えー、二馬社です。えー、木之江京さんは、えっ、ー、と、小説推理新人賞、第139歳あの、奨励賞を、レアトリーチェ・チェンチの肖像,肖像というですね、短編で、 えー、受賞しまして19年に深淵の怪物という単行本であのデビューしたんですねで、そこから数えて実は2作目なのであのー、まだまだですねあの著作出てないんですけれど、えー、この鬼の話を聞かせてくださいどういう話かというとぼあの連作短編書になってんですがその冒頭のですねプロローグにこういうことが書いてあります、えー、募集現代の都市伝説あなたの体験した鬼の話を100字以内で聞かせてください っていう、えー、こういうですね、霧島翔という名前のフリーライターが、こういうあの都市伝説について、えー、集めてるんで、えー、あなたのそういう怖いとか、なんか不思議な体験談を鬼にか、鬼にまつわる体験談を、あのー、教えてくださいって言いまして、えー、この霧島翔というライターが、不思議な話をこう集めていくんですね。 であのいろんな話その話を聞いていくと、まあ、例えばその色,色に、まあ、通る話,話でそのある街でですねあのいろんな至る所に色をベチャベチャペンキで塗る通り魔みたいなやつが現れて ある時ですね、えー、とその町の中であの1人の女性が亡くなったと、でその女性にその死体にこう色がこう塗られていたっていう話からこう始まって、ですねか過去こういうことがあったんだっていうことを霧島にこう語って聞かせるんですね。でそうすると霧島は、えー、とその過去の,その体験談の中からですね、えー、いろんなその話の中からだけで手がか,かりを集めて、えー、論理的に実はこういうことではなかったんじゃないかなという、えー、非常にロ,ロジカルなですね結論をその体,験談体験者に 話すという、まあ、一種のその安楽椅子探偵ものの、えっ、ー、と、連作短編集になっているんですが、ここの面白いところは、えっ、ー、と、霧島省が語った話というのが、必ずしも本当に真,真実だったとかっていうところが、最後には、あの、わかんないんですね。最後に、あの、終わっちゃったことであるし、過去のことなんですけど。 なんですけど、えー、ロジカルなその真相を提示されてそれで終わりかと思ったらその真相がどれもですねその探検者の心をものすごくえぐり落としてしまうような、えー、結構おぞましいあの真相がけあの語られるわけなんですね。で真相を確固とした推理が展開されて、えー、事件は終わるかなと思うんだけど最後には人の心のモヤモヤというかものすごいあの闇がですね心の中にこう溜まっていって。 何、えー、かすっきりしないものを抱えながらこう、えー、書く短編がこう閉じていくというまああの この桐島翔という人物が名探偵なのかと言われると、ちょっと疑問に思ってしまうぐらい、こう、ちょっと得意なキャラクターなんですね。そういったですね、探偵役の得意性とかも含めて、えー、ですし、そこのなんかこう、推理のこう巧みさみたいなものとか、あの構築の完成度の高さみたいなところも含めてですね、もっとなんかこう、話題になってもいいかなと思った連作短編集なので、えー、ここで紹介したいと思います。えー、木野江京さん、名前だけ絶対置いておいてください。 はい、ということでございまして、えーと、国内編のですね、ランキング発表と、えー、1位だけ作品、一票1票だけ作品じゃない、1票だけ作品かの,あの紹介まで終わりました。で、えっ、ー、とですね、後半なんですけれど、今16時11分ですので、16時20分から再開したいと思います。後半は海外編の紹介に入ります。それでは、えー、としばらく休憩時間に入ります6。16時20分にまたお会いしましょう。 じゃあ、全員戻った感じですかね。はい。えー、ではですね、16時20分になりましたので、えー、ここからはですね、えー、と海外編の,あの結果アップ用の方に入っていきたいと思います。えっ、ー、と、海外編なんですけれど、えー、有効投票数166票ということで、あのまあ国内編と同じく、えー、投票フォーマットによるですね、あの今年は投票受付を行いましたというところです。では、えー、と海外編につきましても、えー、5票以上ですかね。 え入った、えー、作品からですね、あの紹介していきたいと思いますので、はい、い、えー、きます。よっとはいえー、海外編第4位、えー、5票、えーロ、まずは1冊目はローラン・ビネ、橘明美役、文明工作、早川書房2冊目がペースは斎藤真理子役、陶器にありてウルは送るだろう、白水社。 で、3冊目が、ジョンス・ラテック、藤良久役、えクチクタク、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 言えたま、あいいや、頭分け処方です。はい。で、えっと、4冊目が、ジョンス・コルジー、チダマセイキ役、怪獣保護協会、早川処方。5冊目が、ジョゼ・エドワールド・アクアルザ、木下真帆、過去るとこですね。はい、白水車です。 はい、じゃあまずあのローラン・ビネからいきましょうか永瀬さんですかねはい、はい、えー、とー、まあ、ローラン・ビネ文明工作、まあ、これを2分で語れというあのー。 鬼のい,やい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 や、さすがにあのちょっと無茶振ぶりすぎだから。<laughs> <も>いやいやいや、大丈夫です。まあ、大丈夫なんか分からないですけど、まああの、ローラン・ビネはあの、まあ、ツイッター文学賞、まあ、以来ですね、本当お,おなじみとなったあの作家ですよね。で、はいまあ、HHH とか、えっと、言語の7番目の機能とか、もう参考されるたびにこうつぶやき文学賞、あるいはツイッター文学賞にノミネートされていて、で今回も文明工作が見事、ねあの、ノミネートという形なんですけれども、えっとまあ、作品の背景からちょっと説明しなきゃいけないので、 えー、その背景から説明ささせてください、えっと、この作品の下地になっているのは、えー、ベストセラーにもなった「ジャレド・ダイヤモンド銃・病原菌・鉄」というノンフィクションなんですね。どう下地に使ったかっていうとジャレド・ダイヤモンドが論じやばいたかつて中世においてインカ帝国は銃や鉄馬を持っておらず病原菌に対する免疫がなかったためにスペインからの侵略者に滅ぼされた。 っていう、こう、史実を、この作品でビネはひっくり返すっていうことをしているわけなんです。つまり、歴史改変による思考実験としてつながれた一冊が文明工作という長編小説なんですね。で最初の章では、10世紀あたりに、北欧から南米にある一族が移り住みます。病原菌に対する免疫を持ったヨーロッパ人を入植させておくことで、ビネはまあその後の布石を作るわけです。で次に、一気に15世紀に、 移って、コロンブスの一団がインカ帝国に攻め入るんですが、史実とは違って彼らはインカ帝国の人々に滅ぼされてしまう。銃もろともスペイン人の持ち物がインカ帝国に渡ってしまうんです。でそして、 最大の見せ場が第3章。ここでは、えー、本当の歴史では、スペイン人の侵略者によって滅ぼされたインカ帝国の皇帝、アタワルパが、なんとヨーロッパを侵略してしまう。ね、宗教改革が行われていて、えー、宗教をめぐる大きな対立が起きているヨーロッパにアタワルパの軍隊が攻め入り、えー、宗教的な覇権を握りしめてしまうわけです。 ただ、そんなあり得たかもしれない歴史を描くビネは単に知的遊戯をしているわけじゃないんです。というのも、このさ作品の中で、えー、アトワルパはキリスト教への寛容な態度を示すんですけども、こうした歴史を紡ぐことでビネはヨーロッパ的な価値観、世界観をぐんと相対化してしまうんですね。 あのルターなどのこう実際の思想家たちがこの本書の中にはこうあちこちでバッコしてるんですけどもあの彼らのキリスト教的な考え方がなんと不寛容で強竜なことかとこう見せつけられるわけですでヨーロッパの覇権をアタワルパに逃げ出したビネはそうやってもう歴史を見事にひっくり返してしまうただそれだけじゃ済まないのがこの卓越した思考回路を持った、まあ、ローランビネなわけです あのさらにこの世界にね不穏な足音を忍ばせるわけなんですけどもその足音が一体何なのかってことは、まあ、ぜひ皆さんが確かめてくださいって感じですはいあの、はい、山本さん正しかったでしょうか大丈夫ですかあの <laughs> はい非常に的確だったと思います <laughs> あの歴史のね事実ではアタワルパはあの処刑されピサロにね処刑されてしまってそこでまあ,あの滅亡になるところでそれあとあの えっと、付け加えじゃないですけどね。役者の立花さんも後書きに書いておられましたが、あの、シビリザシオンって、フランス語の綴り、本当はシビリザシオンのザは S で綴るべきところを Z にしているというね、面白い、あの、えー、ことをやっていて、これは、あの、シビリゼーションっていう、あの、コンピューターゲームですね。文明の 歴史と発展をこうシミュレーションしちゃうというゲームが名作ゲームがあってね、えー、そのゲームのことがねどうも少しあ,のあるんじゃないかというのでシビリゼーションだから史実と違う進み方もしちゃう、うん、まさに歴史改変シミュレーションなんですね。えー、でまあこの,あの文明工作もうそういう意味ではんだっけサイドワイズ文学賞とかいうあの、えー、と歴史改変 SF ものに与えられる賞っていうのを、ね、受賞してるということで。 え非常に面白い今い、今、あの永瀬さんがね、見事にその読みどころをね、お伝えしていただいた通りかと思います。はい。どうぞ。一1点ですね、ごめんなさい。ローラン・ビデンの文明工作が早川書房と紹介してしまったんですけど、もう共創現者でした。失礼しました。<laughs> ごめんなさい。はい。あのー、後 <laughs> でお会いして訂正いたします。<laughs> はい、失礼しました、ねはいはい。はい、ごめんなさい。うん、すいませんでした。はい、はい、大丈夫です、うん。はい。えー。 では、気を取り直して、えー、とペースワーの方の紹介は、これは、えっ、ーと,えー、と、山本さんですかね。はい、はい、そうですね。はい。では、山本がですね、ペースワーさんの、陶器にありてウルは遅れるだろうというですね、斉藤真理子さんが訳された、白水車のエクスリブリスシリーズから出た一冊です。これもね、ローラン・ビネーとは違う意味で、2分では到底不可能なあの紹介ができない <laughs> 本なんですが、 えー、私もね、メモ作りながら、このメモ全部読み上げたら1時間になっちゃうなと思ったので、超ダイジェストでしゃべりますけれども、まず、ペース・ワさんはねあの、韓国の作家としてはもうすでにベテランでいらっしゃって、えー、たくさんの作品もありますが、おそらくこれが今回最初の翻訳、日本語での、ね、翻訳の紹介、あの長編としては少なくとも紹介ではないかと思われます。 しかも、あの、彼女、ペスワさんはですね、あの翻訳者としても非常にたくさん、ドイツ語から韓国語に、えー、翻訳されている方でもあ,あります。で、この、陶器にありて、ウルは遅れるだろうっていうのはね、森タウルヌンヌ十五時だっていう、あの原、原文の通りのタイトルで、ちょっと不思議なね、ウルっていうのが、まあ、皆さん、いろいろな言葉を連想するかと思いますが、この小説全体が3つのパートに分かれていて、で、それぞれ、 ウルっていう名前の女性が出てくるんです。で、このウルさんは3人出てきてるのか、1人が3回出てきてるのか、その辺もちょっと曖昧でね、えー、確たることは言えない。しかも、前編を通じて、あのこれはペースウアさんの作風でもあるんですけど、夢の中のね、出来事を読んでるかのような、流れてはどんどん変化していくというですね、 よくシュールレアレスムの絵画のようだっていう例え方もされるようですけれども、明確なストーリーラインっていうのは、なかなかこう像を結ばない、そういう作風なんですね。で、それでもあの一応頑張ってね、えっと、要約してみると、一つ目の話は、記憶を失った女の人、ウルという名前の女の人と同行しているあの男性がね、旅先でミコを訪れる、ミコさんですね、ミコさんを訪れて、あの自分は何なんでしょうって。 この2人は実は記憶を全く失っちゃっているんで、自分たち何なんでしょうみたいな話をね、聞きに行ったりですね、えー、なぜか途中で結婚式に呼ばれるんだけど、行くか行かないかなんていうことをやっているのが第1部。第2部はですねあの、なんか旅行カバンを手にしたやはり女性が現れて、この人、ウルさんっていうんですけども、彼女が自分の家の中に入ってコーヒーを入れたりですね、あ,のあちこち動いたり、ノートを開いたり、ラジオを聴いたりお、お料理したり、お客さんがやってきて一緒に。 えー、その自分のノートを聞かせたりですね。っていう様子を描いている。もうなんかね、聞いてる方もどうしていいか分かんないと思いますけれども、3人、三つ目のパートはね、今度はあの、ウル、ウルというのは見る、ウルは見る目だっていう不思議なフレーズから始まって、この多分ウルという女性がですね、お、え、そ、ー、らくジョ,ジョナス・メカスが、 えーまあ、映画監督でもあり、アーティストの、ね、メカスがあの数日前に亡くなったんだって話が差し挟まるので、ここでようやくだとしたら、これは2019年以降の,、ね、あの舞台なんじゃないかと思われるんですが、ここまでの話は一切ですね、どこの、いつの話なのかがわからない、韓国が舞台とも全くわ、えー、からないような、そういう場所で、ね、展開されているんですが、そのメカスの、あのそうえー、っとメカスと同じ イニシャルを持ったね人物がもう一人現れたりして、その人と会話をしたり、映画見に行ったり、えー、というお話がともかく書いてある。はい、でこの、あのあ、ー 説明よな、ようやく不能なこの話をね、えー、魅力をでも私は何とかお伝えしたいんだけど、さっきの福田さんの話と似ていてね、これね、斉藤さんの役分が非常に素晴らしいので、ちょっとだけ読ませてください。この私の,あの下手くそな説明よりは、この文章を直に聞いていただいた方がいいと思います。こんな一節があります。自分の書くものが何なのか、うるには依然として全くわからなかった。書いている文章のすぐ次の文章が何になるのか、 ウルにはわからず。もっと言えば単語一つ、スペル一つさえあらかじめわかっていない状態で、ウルは取りつかれたように素早く文を書いていた。コップの縁にガが飛んできて止まった。そしてウルの瞳のそばを飛び回った。ウルのまぶたに灰色の鱗粉ンンが落ちた。しかしウルはガを見なかった。ウルは遠くにいたからだ。ただ遠くにいるだけ、ウルはいた。もしもいつかこの文が完成するなら、ウルはこれを遠くで書いたと言えるだろう。 遠くで自分自分身を取り先取りして文章を書いてふと立ち上がり台所や寝室には階段をゆっくり歩き回ることがあるっていうふうにしてですねなんか読んでるとね舞台演劇で一人の女性の あの俳優さんがずっと演技をしている様子を見て、しかも彼女が急に踊り出したり、何か物を描き始めたりっていうね、その様子をずっと見ていく、何か夢の世界のようでもあるんですね。そしてこれで最後にしますが、えー、もうね、2分もだいぶ長い2分になっておりますけれども、<や>エピグラフにですね、あのクリス・マルケルの「サン・ソレイユ」っていう、1983年の映画の冒頭部分のナレーションがそのまま、この本の冒頭に置かれています。 で、ってことはね、私、これ、ここから先私の勝手な推測ですが、えー、ペスワーさんはですね、そのクリス・マルケルの、その映画っていうのは80年代の日本の様子をあちこち映している不思議な映像なんですが、マルケルが、そのこれから自分が訪れた先の映像を次々見せますよ、ストーリーはよくわかんないけど、見せますよって言ってるその冒頭を自分の本の冒頭に置くことによって、マルケルのサン・ソレイユ。 太陽の光にもなくって意味なんですが、その続きを自分で勝手にこうバリエーションを生み出してね、この一冊の方にしている。つまり、あったかもしれないサン・ソレイユの別バージョンっていうのねあの内容は全然違っているんですけどね、書いてみせたんじゃないかというふうに思いまして、そういう意味では、あのクリス・マルケルや、それから作中に出てくるね、えー、っと、先ほどのジョナス・メカスの 映像なんかも同様にね旅先のいろんなカットをつなぎつないだだけなのでストーリーがあるかないかわかんないって映画のしかも名手がねあの参照されたりもしてますので同じようにねこう漂う何かを自分もそこに身を浸してね楽しむというそんなあの作品なのかなと思いましたなんだかね、えー、最後まで始末がつかないお話になりましたが以上です。 ありがとうございますそして、えー、もういいかな、チクタクで <laughs> 省略していいですかね。はい、えー、と橋本さん、お願いします。<laughs> はい、えー、ジョン・スラデックの「チクタク ×10」でございますが、えー、竹書房文庫から出ているんですけれど、もともと1983年の作品で、まあ、これが本邦初役ということで小説、これが翻訳家デビューの小白井久さ,さんの翻訳で、えー 観光されておりますでどういった話かと言いますとですが、えっと、ピカレスクというか、ノワールというか、まあ、かなりそういう感じです。からあの、アシモフの三原則とか言ったりして、よく人間に逆らえないロボット像みたいなのが SF では結構定番なんですけれども、このチクタクはですねあの、もともとチクタクってオズの魔法使いに出てくるブリキの木こりが。 つけられた名前なんですが、まあ、そのロボットの主人公チクタクが老若男女をどんどん手にかける。 あの人間に逆らいまくるというか、人間を大虐殺するロボットのとんでもないお話ではあります。ただですね、最初はなんというか、なんでこんなひどいことをするんだ、こいつはというふうに思っていくと思うんですけど、徐々に差し挟まれる階層では、このロボットチクタクが使えるひどい職場、ひどい家庭が描かれるんですね。かから芸術やや政治ののの腐敗ですとか、まあ、奴隷やブルーカラー労働者への仕打ちみたいなものが ある種、当時も今も変わらない不変な問題として、まあ、その中で生きてきた、あの、チクタクが、まあ、本当は、私個人の解釈ですけれども、まあ、愛情とか正義とかを信じたくも、そこが、まあ、裏切られるというか、勝負に勝って試合に負けるというか、その、世界を滑るんだけれど、滑ることによって救われないというような、まあ、そういった展開になってきます。なので、なんというか、 アメリカの作家ですが、これはイギリスにいた時期に書かれて英国 SF 協会賞を受賞した作品なんですけれど、まあ、そのいわゆるアメリカンドリームみたいなものの終わりみたいなのを感じる結構苦い作品になってきます。うん、ただまあ、そのはちゃめちゃぶりのところとかが普通になんというか面白いところでもありますし、あの、今ちょっと 解釈の話をしてしまいましたけれど、まあ、まずはどんなものか読んでみてください SF が読みたいの昨年海外編でもトップを取りました、はい、こ,のこの作品なんか、うん、あの現代はチクタク1回で終わっているのにそうです放題で十0回してるあたりにね <laughs> この暴走ぶりみたいなのが現れて <laughs> 結構私は好きですね、はい、そうですね帯とかもノリノリでしたしぜひその辺もご確認いただきたく、うん、はい あの、スラデックミステリーも書いてるので、あの、これもね、ちょっとノワー,ールの要素があるから、この、はい、ミスだもう若干表が入ってたんですけど、まだちょっともう読み逃してちゃって、ね、今回読みたいと思います。はい。じゃえっ、ー、と、続いて、えっ、ー、と、ジョーン・スコルジーの怪獣保護協会ですね。はい、橋本さんですかね。はい、これも私担当でしたね。はい。えっ、ー、と、こっちの話はですね、現代も、あの、怪獣プリザーベーションソサエティで、 怪獣というローマ字であの語られてたりなんかします。で、お話の内容としましては、博士課程に行ってたんだけれど、まあ、そっちのアカデミックな道を諦めざるを得なくて、で一応、おしゃれスタートアップみたいに、一旦は就職したものの、突如リストラされてしまうというのが主人公です。で、あのこれから、 食べフード配送部門に移れと言われてです、ねまあ、あっちゅう間に人生があの大きく変わってしまい、まあ、そ,のその困った会社を追んでて新しい職場を探すことになるんですけれどなんとその新しい職場が平行世界に移動して、まあ、そこに住む怪獣を保護するという、まあ、そういった特殊な組織でしたと。でそこには常駐して 研究ですとか、まあ、その怪獣の保護ですとか、そういったことに携わっていくという感じで、まあ、本当に B 級の2時間で見られるエンターテイメント映画という感じで、まあ、実際、ジュラシック・パークとかあの、あとパシフィック・リムとかを作者もちょっと想像しながら書いてますし、まあ、本当、ローマ字で怪獣と書かれている通り、まり、あ、巨大な怪獣があれやこれやと実際出てくるという感じです。はい なんかあの怪獣送信劇のなんか <laughs> 海外版みたいな感じで、僕はすごいワクワクする感じそうですね、だからさっきのちょっとちたくがひねった感じの通好みとすれば、うんまあ、怪獣保護協会の方は、本当、娯楽対策、誰もが楽しめるっていう感じで、まそれぞれにりましにあの SF だと思います。 これ、あの、<laughs> 主人公がね、えっと、新しいそのね、怪獣保護協会の仕事について、案内された最初の時に、案内役の人がね、ここでジュラシックパークへようこそって言うのを我慢するの難しいんだよって言うと、<laughs> 主人公がね、あの、いや、でもジュラシックパークの人物ってみんなろくでもない結末を迎えるけど、 あのどうなのよって言ったら、その案内役の人が、いや、あのジュラシック・パークに出てくる人たちはみんな雑なんで、あなたんで、俺たちは違うんだって言ってる場面とかが細かいんだけどね、<laughs> そういうとこがいちいち面白いんですね。うん、<laughs> なんかさまざまな映画とか SF 小説とかのなんかくすぶりネタみたいなのが全編に散りばめられているので、うんはい、そういったところも楽しみだと思います、はい、ありがとうございます。 では過去を売る男はクーラーもお父さんでしたね。はい。ミュートです。えっと、ジョゼ・エドワールド・アグルーザ、過去を売る男。木下真帆さんの役で、このジョゼ・エドワールド・アグルーザといえば、あの昨年、えっ、ー、と、なんだっけ。う 忘却についての一般論っていう作品でもうすごく話題になったと思うんですけれども、これはあの、アンゴラ、舞台はこう長年にわたるこう内戦が終わって、信仰の富裕層が生まれたアンゴラの首都、ルワンダなんですけれども、まあそういうある種の成金たちが求めるのは、こう良い過去、高明な先祖、そしてまあそれらを証明するための証書なんですよね。 主人公のフェリックス・ベントーラっていう男が出てくるんですが、彼がそういうナリキンたちのために、こう、偽の家系図などを作って、こう、ピッカピカの新品の過去を売る。つまり、顧客の経歴を創作してやるビジネスっていうのを営んでるんですね。でそんなこのフェリックス・ベントーラのもとに、ある日、身元不詳の外国人が来る。 で、まあ、その、一応本人は戦場カメラマンだったとは言ってるんだけれども、全然、こう、詳細が知れない。で、全く語ろうとしてくれない。で、その彼が、こう、名前をはじめ、丸ごと書き込めてほしいっていうふうに依頼してくる。で、そんな、それはもう、熱造だからできないよっていうふうに言うんだけれども、結局は、うフェリックスは、彼にジョゼ・ブッフマンっていう名前の新しい人生を用意してやることにするんですね。で、これが非常に手が込んできて、その魅力的でよくできてる。 だからこそ、この、その女性ブッフマンっていう名前を与えられたその本人は、こう、だん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 その作、作られたはずの過去に魅了されていってしまって、やがて存在するはずがない、その作られた過去の両親の足跡をたどるようになってしまって、でそんな彼の話によって、実際にこの虚実の境目とか、アイデンティティそのものが曖昧になっていくという。これ実は、そのフェニックス自身がアルビノの黒人なんですね。 でもその時点で結構アイデンティティに揺らぎがあるような状態で、で、語り手もフェリックスではなくって、フェリックスのお家で生まれて、これ15年間も住み着いているヤモリなんです。このヤモリはまあちょっと可愛いんだけれども、チャーミングなんだけれども、実はこのヤモリ、前世は人間で、しかも作家で、こうなんか家を訪問してくる様々な人物の話を巧妙に語ってるんだけれども、時に夢の中で主人公とおしゃべりしたりもするんですね。で、そこでなんかまあ明かされていくそのエピソード、 聞いていると、あれこれもしかして実在するアルゼンチンのあの大作家なんじゃないっていうふうに、こう日本好きの人には分かってくるっていう。そういう仕掛けもすごく面白いです。で、ここでちょっとアンゴラについて説明したいんですけれども、皆さんアンゴラって言われて、どこにあるかすぐ答えられる、その素晴らしい人は、まあ、聞き流してくださっていいんですけど私は実際に、あの、地球儀でここっていきなり指させない。 <laughs> 不勉強なもので。でアンゴラはジアはどこにあるかっていうと、このアフリカの南西部にある大きな国で、これはこう、大航海時代からおよそ5世紀にわたってポルトガルの支配下にあったわけなんですよね。で、まあ、1960年代ってアフリカの諸国がま次々に独立を果たす時代なんですけれども、まあ、そこでアンゴラでも暴動が頻発して戦争に発展していってしまって、で75年に一応もう少始国のポルトガルの,その政治体系が変わったと同時に、こアンゴラも独立するんだけれども、 結局はその直後に泥沼の内戦時代に入ってしまって、でしかもその内戦というのがまあ東西冷戦の代理戦争みたいな側面があったとで。結局その自国民同士が血みどりの争いを繰り広げてしまって、もう秘密警察,が警察が暗躍して、まあ、密告や臨時が横行してっていう、まあ、そういう内戦が終結したのが2002年のことなんですよ。だから実に40年間もこう地と暴力の中にいたっていう歴史があるんですね。うん でそういう,こう過酷な内戦の記憶っていうのが、その個人の物語にたくましく評価されていく過程をすごい識的に書いているっていうのがこの作品の凄みだと思います。まあ、その文章はあくまで軽妙でユーモアに満ちていて、まあ、その単純に読み物としても面白いんだけれども、翻訳者の木下真子さんが素晴らしいことを言っていて、もう戦争は 人からも土地からも記憶を奪うというふうにおっしゃってるんですけど、まさにその通りなんですよね。こう大きなそういう、あの、現実の爪痕に対して、個々人がどういうふうに立ち向かっていくのか、まあ、どういうふうにこの物語の力で、まあ、その、向き合っていくのかっていうものを、まあ、本当に見事な作品として一冊仕上げたものだと思います。あの、 箱を売っってもらった男がねブッフマンっていう名前でブッフってドイツ語で本のことだけど何、うん、て言うのかな本文書として捏造された人っていうね意味も重なって面白いなっていうのとそれから私これ読んだ時にあのあこれは「若輩は猫である」となんだか。 あのちょっと似ていてね、<あ>若輩は若輩は山盛りであるっていう小説だと思って勝手に読みました。くしゃみ先生がこのフェリックスでね。<laughs> そ,うそうそうそう。<laughs> すごいそういうところからも面白いですよ。なんかその、うん、今ね、ちょっとネタバレになるから言い切れないけれども、うん、いろんなところでそこに重なり合うところがあって、うんうん、そうそうそう。<laughs> 文化的なエピソードとか、まあそういう作家のエピソードとかが、すごい小粋なね、相話がう話、ん。 ふんだんに刺さまれてるっていうところもそうなんだけれども、うん、とにかくね、もう読み物として面白いのに、その背後には歴史がちゃんと刻まれているという。うん、表紙ヤモリだったんですね、それ。今から説明を聞いて、<う>あ、そっか、それでヤモリなの、あ、それはヤモリだったんだって。かわいいです。でもね、このね、前世がね、誰かっていうのも、ちょっと読んで確かめていし。すごい気になります。はい、ありがとうございます。では、 えー、第3位いきたいと思います。第3位7票で、1、えー、冊はですね、ジェフリー・フォード、えー、谷垣昭美さん、えー、最後の三角形。えー、これも早川消防で書いてあるす。すみません。これ東京送迎車です。なんかすごいちょっと間違えちゃってます。ごめんなさい。えー、っと、アリス・ミス、岸本幸子さん、えー、5月その他の短編、川出で消防新査さいます。 はい。えっ、ー、と、じゃあ、ジェフリー・フォード、えー、これ、ちょっと共有でしっかりしますね。はい。えっ、ー、と、最後の三角形、えー、ジェフリー・フォード短編傑作集と、東京創現者です。 えっと、ジェフリー・フォードはですね、えっと、ガラスの中の少女という、えっとちょえー、小説でですね、アメリカ探偵作家クラブのペ、えっと、ーバーバック賞をあの受賞しておりまして、えー、その意味とミステリーファンからも、えー、認知度が高いですし、あとあの、各その短編小説あの集が出ておりまして、言葉人形ですとか、あえー、っと、おそらく SF とかあの幻想文学にもまたいですごい評価されている作家だと思います。 で、今回のあの最後の三角形については、割とこうジャンル寄りのあの短編が、あの、を、あの、揃えたということでございまして、えー、例えばその、いわゆるそのマットサネエンティストが作り上げたメトロポリスの物語りであるダルサリーだったりとか、まあ、あ、えー、の SF の要素が、あの、強いものが結構 こう、含まれてるのかなっていうふうに、後書きでも少し書かれてるんですけど、えっと、まあ、SF に限らず、あの、例えばミステリー、あの、なんか謎解きっぽいものとか、あるいはちょっと犯罪小説、のワール系のものだとか、 え、それこそ、あの、幻想小説、ありか、あと、あれですね、じ、実名作家小説、実際の作家が登場する奇妙な短編だったりとかですね、いろいろこう、ジェフリー・フォードのですね、あの、多面的なあの姿が、えっ、ー、と、堪能できる短編集になってます。で、えっ、ー、と、私がやっぱり、あの、面白いなと思ったのが、あの、最後、やっぱり、表題作で最後の三角形ですね。 で、これ、あの、とある、あの、町に、えっと、住んでるというか、まあ、ほぼ、住み着いてる状態のですね、ちょっと、あのや、薬中の男がですね、あるね、あの、家にこう転がり込んで、入っちゃうんですね。でそうすると、そこにですね、あの、おばあさんがいらっしゃって、えっ、ー、と、おばあさんがいきなり、こう、拳銃を出してくるんですけれど、えっ、ー、とな、なんか、こう、捕まっちゃうのかなと思ったら、そのおばあさんが、ちょっと私についてきてほしいっていうことで、その町中のいろんなところを、こう、あの一緒に散歩するんですけど、その中にですね、奇妙な、その、 三角形みたいに書かれている記号みたいなものを見て、これちょっと覚えておいてっていう風にですねで。そっからですね、そのおばあさんとその,あの役中の若者のですね、あの奇妙なその交流が描かれるわけなんですけれど、なんていうかその途中から妙にちょっと漢材小説テイストな部分がありまして、ちょっと物騒になってくるんですよね。おやおや、これはノワール調の話で終わるのかなと思ったら、急にですね、ちょっとした奇妙な味も加わってきまして、 でそっからいろんなちょっとツイストが入って、ここに落ちるという,うなあな結末で終わったり、あるいは一番最初のね、一辺目に書いてあるこのアイスクリーム帝国ですけど、これはですね、多分あの、いろいろ好きな人いっぱいいると思います。この中にはですね、要は、えっとね、アコースティックギルターの調べを聞くと、その目の前にですね、金色の雨にその調べが現れるたり。レモンメあの いわゆるですね。共感覚を持っているあの少年が登場するんですね。で、その少年はですね。あのコーヒーを飲むと、あのそこのコーヒーを飲んだ時にだけ、自分の目の前にその少女のすある。少女の姿が現れてそのコーヒーの味を通してですね。その少女とあの交流をするという。 えー、物語なんですね。で、いわゆるこれも、あの、これね、美しい防衛ミーツがあるかなっていうふうに思って読んでいくとですね、終盤あたりで、あるとんでもないことが発覚をしまして、その今までのですね、この、あの、あの、なんていうか、かわいらしいというか、えーや、優しいこの防衛ミーツがある物語だなっていうのが、急に展開するわけですね。っていう具合に、まあ、なんていうかな、あの、現実と、その、 幻想というか、この世でないものの境みたいなところを行ったり来たりしながらですね、えその中にいろんなミステリーだったりとか、が SF だったりとか、まあ、いろんなあのジャンルの味をミックスさせ、そして終盤、幕切れあたりで、あれこんなとこからいきなりこんなの飛び出してきたよっていうあのオチをつけて驚かせるという、まあ、なんていうかな、あのジャンル横断で、えー、こう描いていく、ちょっと不思議なお話が揃っているというのが、 えー、この最後の三角形ですね。で、あと思うのは、なんていうか、その、ジェフリー・フォードの、どんどん書いてる短編の世界も、あの、生きてるんだから死んでるのがどっちなのかなって判別がつかないような、その登場人物が、こう、いろいろ出てきて、で、えっと、なんていうか、そこが、あの、話の肝になってくるっていうのが非常にまあ多いかなと。で、 まあ、えっ、ー、と、恐怖担でいう、共負担っていうか、ちょっとホラー風味のね、話で言うと、えー、多分、読書好きの方が一番興奮するのは恐怖担という、あの、それ、そのもののタイトルの短編があるんですけど、これですね、なんと登場人物がエミリー・ディキンスンなんですね。で、エミリー・ディキンスンが、あの、死神とタイヤをして、まあ、いろんな、あの、んことに巻き込まれていくという風な話なんですけど、この短編の中に、実際、ディキンスンが書いた詩,詩が、あの、折り混ぜてあったりとか、 実際、実はこの史実に、ディキンスンがその時何をしてかっていう、史実にとってですね、いろいろ書かれている短編で、ディキンスンとか詩が好きな人がこう読むと、なんかいろんなこうネタが多分拾える、ちょっとした面白い一編になっています、はい。ですので、僕はどっちかって言ったら、そのガラスの中の少女のイメージがすごい多か,多かったんですけど、やっぱ短編は短編でいろんな多彩な味合いが書ける作家さんだなっていうふうにあの思いました。はい、これ、山本さんも思われたんですか、はい そうこれもね紹介しにくいっていうと変な言い方ですけどそうまさに多彩なね手の手のあちこちにあの技を凝らしてくださっているからそういう意味ではねそのなんだろうえー、っと若林さんもあのおっしゃったようにねジャンルのこれは SF だよとかこれはなんとかだよっていう枠であんまり 手に取らないっていうか、そこはあんまり気にしない方がよくてね。うん、ひょっとしたらあの、並んでる作品の中で自分が好きなテイストのやつを、まず冒頭だけあの読んでいけばね、あこれ好きそうっていうのが見つかるので、そんな風にあに楽しんでいただくのがちょうど良い。だから、ショーケースっていうかね、アイスクリーム帝国って言葉があったけど、アイスクリーム屋さんに行ったら迷うわけですね。いろんなテイストのアイスクリームがあってね、それと似たね、あの、短編集になっている。うん その点おすすめで私が好きだったのは「本棚遠征隊」っていうあのは詳しくはしゃべりませんけどまさに妖精さんが出てきちゃう「本棚遠征隊」とかね、はい、あのまずはタイトルを見てねあって思ったらあのちょっと読んでみてほしいなと思いました、うん、ありがとうございますそうですねタイトルの意味で言うと「ですねあのマルシュージアンのゾンビ」っていうのがありまして えー、これが一体何の,ゾン,あのゾンビ、本当にゾンビなのかっていうところもあの含めて読むと、すごいびっくりすることが起こるよっていうだけ、あの最後あの、付け加えておきます。はい。じゃあ、えっと、アリスミスの紹介は、倉本さん、お願いします。はい、アリスミスの、えー、と5月、その他の短編。岸本幸子さんの役で、川出消防新社から出てる本ですね。で、これ、こちらなんですけれども、まあ、アリスミスといえばね、まあ、その 現代の英語圏をこう代表する作家の一人なんですけれども、あの、このつぶやき文学賞のこのシリーズの中でも、こう秋、冬、夏、春のこの四季四部作でもね、すごく、あの、なんていうか何回もランクインしていて、まあ、おなじみの作家さんということになりますけれども、まあ、彼女実は短編の名詞としても知られていると。 日本だとこの今までその長編のね、イメージがあったかもしれないけれども、でもそもそもこの5月っていうこの表題作、その他の短編って書いてあるけど、まあ、5月っていうこの短編って、あの、岸本幸子さんが、こう、偏外小説集っていう偏余ンソロジーを出してるんですけれども、うん、そこに収録されている本なんですよね。こう、近所の木に、こう、身もよもなく恋してしまうっていうお話なんですけれども、で、この、 5月その他の短編の方は、まあ、5月も含めて12編が収録されていてちょうど12ヶ月の話になっていると。でもそれももどれもアリス・ミスらしいへんてこな物語が入っている。 でその5月の近所の木にこうしてしまう私の話だし、他にもこの地下鉄駅構内で死神とすれ違う話があったりとか、あと他人の目には見えないバグパイプの楽体に付きまとわれるっていう話があったりとか、うんまあ、とにかくまあいろんな話、あの、ワンダのなことが起きたりとかするんだけれども、まあそれよりも私がそのアリスミスのこの小説ですごくあの特徴的だなっていうのは、こう認証というか、この飾り手のありようなんですね。 で例えば、この信じてほしいっていうタイトルの作品があるんですけれども、これ私すごく好きで、急に恋人がベッドの中で唐突に浮気を告白するんですよ。でそれが告白するのは私の方なんだけれども、えっ、ー、と、それに対して、 あなたが、うーん、そうなんだ、みたいな感じで、信じてないフにしていくから、どん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 、私は、いやいや、その、あの、実は私はそもそも浮気しているどころか、夫がいてね、子供も3人いてね、っていうふうに、どん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 エピソードをつらんでいくんだけど、まあ、全然その、あの、あなたと呼ばれるその恋人の方は、全然全然、こう、あの、答えてない様子。それどころか、私にも実は、私も浮気していて、私も恋人がいるんだって言っていて、あれ どうやらその相手って、もしかして、みたいな感じになるっていう。<laughs> そのね、その、本当に面白くって、こう、なんか、語り手があなただったのか私だったのか分かんなくなって、なんか途中でこう、演壇して繋がっちゃうみたいな面白さがあるんですね。うん、で、そもそもこの話、この作品集、一番最初に普遍的な物語っていう作品集が一番最初に連れられてるんですけれども、それ、あるところに男がいて、っていうふうに始まるんですよ。でも始まったは、 途端に、このすぐさま語り手によって打ち消されて、なんか話の中心にすれられてるのが男ではなく女になって、さらにハエになって、さらに一冊の古本いうふうに変わっていって、で、いつの間にかパタンと閉じちゃうってうすごい不思議な作りをしているんですよね。これ実は、アリスミスのそもそもの原文の認証の書き方にも秘密があって、こう、英語では私も男性、私っていう言葉って、こう、男性も女性も愛ですよね。 であなたっていう言葉はもう,もう男性も女性も言うですよね。で実際このアリスミスのこの原文では、原象では、この登場人物の性別が特定できない描き方になっているそうなんですよ。岸本さんに、うん、後書きとかによると。で、これ読んでいると、だからその、これは、 なんか日本の小説を読んでるとどうしてもこれは男なのかなこれは女なのかなっていう気にしながらその関係性とかを頭の中で思い描こうとすると思うんですけれども,、まあ、もう当然女性同士のカップルなんかも出てくるしそもそも最後まで性別が分からなかったりするパターンとかもあると。 で、これ、あの、なんでこんな風に作りになっているのかなっていうのは考えたんですけれども、この私が一方的に話すのわけでも、このあなたとして一方的に語られるわけでもなくって、この私とあなたっていうのがあくまで対等な立場で小説の中に存在しているっていうのがポイントだと思うんですよ。これまさに、あの、アリスミス好きな人はピンときたと思うんですけど、両方になるっていうね、コスタ賞を取った、あの、 アリスミスの名作があるんですけれども、これまさにね、そういう話につながっていくものなんですよ。もう両方になるとしか言いようがない <laughs> 作品で。な、その、なんとか、その決められた、その、 枠組みの中でこう閉じ込めてしまうわけではなくて、お互いにそのなんかその立場みたいなものを傍観しつつ、でも共に今日なんか本当に対等な、フェアな立場で存在するっていうことを、<あ>有住さんはこの小説の中でこういろんな形でこう表現しているのがこの作品賞なんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱり他に山本さんもうんうんって言ってくださってましたけど。 はい、あの、本当そうでね、このな、なん、なんて言ったらいいんだろうと思ってね、あの、今日、いましたけど、倉本さん、本当に巧みなね、お,お話で、<laughs> 特に最初のね、あの、普遍的な物語の話は面白くて、本当に、だから、人、男がいた、いや、違うって言って、打ち消しながら進んでいくんだよね。だから、うん、あの、 話が始まったかなと思ったらそのまま本当は読者はね流れに乗っていきたいのにブチって遮られて、うん、やり直しってなってやり直したら今度別の人に焦点が当たってやり直しってなったらハエに行っちゃってね本に行っちゃってっていうこのなんかねあのまあ最近ではねモアザンヒューマンとかあの人間以外のものも含めてね世界を考えようぜっていうまあようやく人類そこなのかよって感じもするんだけどそういう えっとマルチスピーシーズ的な人類学的な、ね、あの見方でね、マルチスピーシーズといって人間だけじゃない生き物、それからもっと言えばオブジェクトも含めて、ね、世界のトライナーをしようという気分があったりしますが、アリス・スミスは小説の中で、ね、それを存分にやってみせてくれているのが本当に愉快で、であのそのこれは単にあの好きなシーンだから言うだけなんだけど、その冒頭の作品の中に、ね、大量のフィッツジェラルドの,あのグレート・ギャッツビーが。 あの船に積まれて流れていくっていう場面でね、うん、あのまあこれ読まないとわからないんだけどどうしてそうなったみたいなお,おかしな場面がね本当、うん、あちこちに散りばめられていて好きなんですよね,すよねこれね、うんで。やっぱその小説を読む楽しみって、まあ、身を委ねる楽しみももちろんあるんだけれども。うん やっぱりその語られた瞬間に、一本線、リニアな物語に乗せられた瞬間に、なんていうかその、オーサーシップの問題じゃないけれども、そのなんか語る側と語られる側にパキッと分かれてしまって、なんかその対等じゃフェアな状態でいられない。結局でもそれって、あの、いろんな人が、世界にはもちろん無数のいろんな人々がいるのに、その対等な関係で、 っていうのをなんか提示できないってことになっちゃうじゃないですか。うん、そこにこう、アリスミスは、あらゆるあの手この手でこう対抗、反抗していこう、反抗って感じですよね、なんか <laughs>。そうそうそう <laughs>。近に、近所の木に恋意するものだ そう、近所の木にもマジで恋する。もちろん、最初はその聞かされてる方も、いや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 みたいな感じなんだけれども、おやおや、本気だぞって分かっていて、でもその木をことほぐ時の言葉が素晴らしい。これ、岸本さん自身もおっしゃってたんですけれども、こんな美しい表現があるのかっていうぐらい美しい。 そうしかもね、うん、あの手この手でどうしたらあの木と一緒になれるかというのでね、うちに移植して、うちの中に植えたらどうかとか、本当にね、あ,あれこれ考え詰めてねあの、恋してるって確かにそういうことだなっていう、でも<う>木が空いてるとどうなっちゃうんだろうね。くく <laughs> うねこで所有者にね、通報されちゃったりとかするしそうそう木をずっと見てるだけで通報されてしまうこんな世界みたいなことが書、ね、いてある。何が悪いんだみたいなね。うん いおぉ <laughs>、すごく気になり、気になってきました。はい、<laughs> 気になってください, <laughs>、はい。ありがとうございました。えっ、ー、と、第3位7票、あの、2つ入った作品の紹介でございました。はい。えっ、ー、と、じゃあ、第2位にいきたいと思います。えー、第2位、えっ、ー、と、発表入りまして、マリアーナ・エンリケス、えー、宮崎マキック、ネタ箱の危険国書、観光会です。こちら、山本さんでしたね。はい、はい、そうですね。 山本からお話をします。こちらですね、えっと、マリアナ・エンリクスのネタバッグの危険というね、であの国書刊行会出ました箱入りのね、この素晴らしい想定なんですが、えー、これがね、こんなふうにね、箱 <laughs> にこんな楕円の穴まで開けてね、こう中が見える形になっていまして、まあ、取り出すとこの蛾があの見えるんですけどね、この蛾というのは実は、えー、話の中にも出てくる重要な あのキャラクターそれこそアリス・ミスじゃないけどね、がんも重要なんですけれども、マリアン・エンリケスはですね、あの実は既に翻訳が1冊ありまして、私たちが火の中でなくしたものというの、ね、安藤哲之さんの役で、えー、以前、川で処方から出てます。であの、この私たちが火の中でなくしたものも短編集なんですが、このネタ箱の危険もですねあの短編集で、全部で12編が入っています。で、現状、うんえっと、はね、2009年に。 あの光をされています、えっと、作家自身はアルゼンチンの人でねあの、アルゼンチンのホラーのプリンセスという二つ名をどうも与えられているようなんですね。これ、ご本人にとってはね、喜ばしいのかどうなるのかちょっと分かりませんけれども、えっと、ただ、えっと、インタビューその他を、ね、見ていたり、それから役者の解説を見ていくとね、えー、このエンリケスさん自身があのラブクラフトとかスティーブン・キングを、ね、あの読んで、それから物書きになったという経緯もあるようです。 でね、あのー、これ12編入ってるんですけれども、だからね、例によって短編集を説明する難しさがあるんだけどもね、あんまりね、ホラーっていう言葉に、えー、っとジャンルとしてのホラーっていうものによらずに見た方が、付き合った方が楽しめると思うんですね、えー。なんて言ったらいいんだろう。すごくまとめてまず言っちゃうとね、人があるものに魅了されてのめり込んでいっちゃう様子とか、人が何かをとても怖がってる様子とかね、 人が何かから逃れようとしてどんどんどつぼにはまる様子があの手この手で書いてあるんですね。うん、えっと、そうね、例えばね、あの、何の説明したらいいかな、うん <laughs>、一つはね、えっとね、この中にね、心臓についての話が出てくるんですね。えっと、心臓の音が大好きになっちゃう女性の話が出てきて、最初のうちはなんか、 小説を読んでいたら、病気の描写があってねあの、この肺結核で亡くなっちゃう人物に非常に魅了されて、それからしばらくはね、医学書を買ってきて読んでは、その医学的な病気の名前の単語を見てね、興奮するみたいな、性的にも興奮しちゃうっていう女性が出てきて、そういう、走行してるうちにですね、ネット上でその心臓の音、心音を聞く。 とということにこんなにハマってまあ、それも医学書に付いてた CD で心音をひたすら聞いてたらこれで興奮するようになっちゃったっていう人なんだけどあのそれでね何、えー、て言うのかなネット上でその同行のシーンも見つかってある男性もその心臓の音聞くのが好きだって言ってねじゃあおフ会しましょうって,言ってその男性の心臓の音を聞くんだけどその人がこうだから普通に脈打ってる心音では満足できないのでこう。 非常にドキドキキしたりですね、病気で何らかの病気が原因だったりしてねこう不静脈的な音の方が嬉しいみたいにしてねなんかわかんないけどねあのそういうものに惹かれていってしまってそうじゃないと性的にも興奮できないみたいなお話が例えば入ってるわけなんです。でこれね私だけか皆さんもそうかわかんないけど子どもの頃ね自分の心臓の音がすごく不気味に感じて。 気持ち悪くなったことはあるんですね一時期本当に過敏、あのー、になって、心臓の音はちゅあのー、分かりやすいんだけど、その他ね、さまざまな自分の体の中で起きる音とか、あるいは感覚が、なんかね、これ、全部病気なんじゃないかぐらいね、こノ,イノイド攻め気味になっちゃうぐらい怖いってことがあって、<laughs> っていう感覚をね、この心臓の音にこう惹かれていく人の描写を見てるうちに、ねそ、その不気味さっていうんですかね。それが あのこうじわーっと感じられてくる、そういう意味での怖さがあるんですね。で、他方で、えっと、これは先ほど来ね、いくつかの作品についてもそういうお話がありましたが、この作者のですね、えっと、出身地であるアルゼンチンですね、エンリケスさんが育ったね、彼女はえっと、生まれが73年生まれなので、50何歳かなんですけれども、彼女が生まれた頃のアルゼンチンというのがですね、まあ、政治的にも非常に 困っったた状態にあった特に1976年からその、えー、将軍ビデラ将軍という人がクーデーターでね軍事政権を樹立してしまいその後ですねあの左翼陣営をはじめとして次々と人々を弾圧してそれから76年から83年にかけてあの汚い戦争っていうふうに名前が付けられるんですけどいろんな人捕まえてはですね拷問したりあの虐殺したりして、えー、数字によっては3万人の人が行方不明になった。 なんていう背景があるでその頃この著者は子供時代を過ごしてね大人たちの話やニュースでそういったどこそこの誰々さんがあの行方不明なんだってさみたいなねことをたくさん聞いて育ってでそのことがまあ 忘れられないね、記憶としてあるものですから、そういう状況を直には書かないです。直には書かないんだけど、この本の中にはね、あの赤ちゃんとか女性とか、それから老人とかですね、いろんなこう、社会的に弱者の立場に置かれてきた人々にスポットが当たりながらね、背後におそらくそういうね、えー、虐げられた人の、えー、歴史があの置かれていて、 そういう意味でね、あのこれ、彼女自身の言葉だそうなんですが、現実の方がよっぽど怖いんだと、ホラーなんだということをね、あのそのまま書いてももちろん怖くなるんですが、それを別の形でもう一回ね、呼び戻すという、だから何でしょうね、死者やあの敗者や、えー、虐げられた者たちがこう、もう一回亡霊のようにして現れる形で物語がさまざまに紡がれている。 でも形としてはね、あのそうなんです。今の心臓の音の話だけだと、えー、伝わりにくいんですが、まさにね、死者とか亡霊も現れる話があったりですね、するという形で、えー、これね、あのー、だから、順番に読んでもいいし、どこから読んでもいいんですが、そのようなね、あのー、なんていうのかな、あのホラーという言葉ね、さっき注意を向けましたが、あんまりその、 小説のジャンルとしてのホラーというふうに捉えない方が楽しめると申し上げました。っていうのは、ホラーの語源に戻っていただくといいんですけどね、これは紙が逆立つっていう意味なんですね、もともとはね。紙が逆立つっていうのは、つまり怖かったり、あの気色が悪いと思うから紙が逆立つっていう結果的にそういう意味になっていくんですけどね、そういう意味で、なんか不気味なもの、気持ちの悪いもの、ぞわぞわするもの。 えー、もやもやするものに触れるという意味での広い意味でのホラーとしても読んでいただくといいんじゃないかなと思いましたというわけでねこの,あの人もすでにね何作も出しているので私もあの未役のものも含めてね続けて読みたいと思いますが最後にですねこの国書館公開から今回これ出たわけですがすで、えっと、にもう一冊ねえっと こう同じような箱入りの本が出てまして、うさぎの島っていうね、エルビアナバロさん、えー、これシリーズ名かどうか分かりませんが、スパニッシュホラー文芸というふうにして歌われてね、うん、もう一冊よく予定がされているようですのであの、お楽しみにしていただければなと併せてご紹介したいと思います。ありがとうございました。あの山本さんが、えっとまあ、これはホラー まあホラーはホラーなんだけれども、そのまあ純,純粋なそのなんだろう、廃棄とか、そういうことではないよっていう、今、お話があって、うん、でやっぱりその虐げられたものっていうことをまあおっしゃっていましたけれども、やっぱりそのマリア・ナ・イン・リケスって、そういう、まあ、そのなんだろう、歴史とか社会とかの制度の中で、虐げられた人を、そのホラーという枠組みの中でこう現実、そのホラーを使って現実を捉え返すみたいなことをまあ常にやってる作家なのかなと、僕は、うん。うん やっぱり私たちが火の中で亡くしたものって、その確か、えっと、彼氏が、えーっとまあ、彼氏によって顔を傷つけられた女性、やけどを負わされた女性ってところから、確か物語が始まって、あのそのまあ、アルゼンチンの全、まあ、ある一地域の中でその、女性が自分を燃やすっていうところことがこう結構ムーブメントとしてこう、まあ、流行るじゃないですけど、そういうムーブメントが起きていくみたいな、そういうもので、やっぱりそういう、そこのし、 その社会の中で抑圧,的に抑圧を受けていた人たちを、そのホラーの中でこういかに捉え返すかみたいなことをずっとやっている作家なんですよね。で、この,あのネタ箱の危険のそのまあ一つの特色はやっぱりリアリズムだと思うんですよ。すごくこうリアリズム的なその描写の中で、なんだろうな、例えばネタ箱の危険とかは、すごくその情景のに匂いとかまで五感に訴えてくるような。 そういう文章になっていて、でそこから、そういう、なんだろう、あの、ま、条件の中から、 さっき言ったようなものが浮かび上がってくるっていうのは、なかなかその文章の力が凄まじいという感じは僕は受けましたね。本当ですね。そうそう、非常に重要な点、今ご指摘いただきましたけど、読むときにもう一個ね、楽しみどころとしてはね、伝兵に悪臭が漂っているんですね。で、この悪臭が本当凄まじい、<laughs> あの本当鼻つまみたくなる感じでねあの、ネタ箱の危険もそうなんですけどね、ネタ箱で。 体が不自由なあのおばあさんが寝たばこのが結果で焼け死んでしまうって話もあったりするんだけどそうするとねその匂いがこう漂ってくるっていうことがね本当にあちこちにあってだから匂いっていうのはね音と一緒でこうほっといても向こうから入,って入り込んできてしまうって特徴があるところもやっぱりねこれあのこの作品の中にね匂いが漂っているもう一つの狙いでもあるんだろうなと思いましたうんありがとうございますい 最近その、新調文庫で、えっと、マネル・ローレェロ論の二軒家の門っていう、これもまたあの、スパニッシュホラーなんですよね。観光されてるので、ちょっと、スパニッシュホラーの何来てんのかなっていう、あの、これも宮崎真希さんの翻訳なんですけど、ちょっと注目、あの、ミステリーとか、あの、ホラーの、ホラーもそうなんですけど、ミステリーの部分からもちょっと注目したいなって思います。はい、はい、ありがとうございます。というわけでございまして、いよいよでございます。第1位、発表でございます。10票獲得。 <laughs> <laughs> んモアメド・ムブガール・サール野崎寛さん人類の信用に秘められた記憶終映者でございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますはいえっ、ー、とじゃあ長さんちょっと簡単に改めての、はい、な部分だけ言ってこれもまたあの先ほどあの国内と同じようにみんなでいろいろと話しましょう、はい はい、えっ、ー、と、物語の中心にあるとか、まあ、不在してるんですけども、あの、まあ、T.C. エリマンというセネガルにルーツを持つ、まあ、これは架空の作家です。で、彼は1938年に人手なしの名球を上司すると、黒い乱暴と呼ばれて、フランスにおける分断の長寿となるんですけれども、後に様々な神話の引用が氷折だと取り沙汰されて、論争の的になったっていう、まあ、そんな過去を持っています。で、以後筆を織り、筆折、り行方をくらました彼は謎めいたカルット作家として忘れ去られつつあるんですね。で、 ま、時がたち現代。そんなエリマンを思い出したのが、彼と同じセネガル出身で、詩、まあ、人にこう憧れる語り手の僕です。で僕はあの文学史の教科書でエリマンの存在を知ったものの、人手なしの迷宮っていう本は、まあ、入手不可能なため、まあ、彼をそれ以上知るすべっていうのはないんですね。で僕はエリマンの調査を断念したまま、まあ、作家になるんですで。作家になって作家とデビューしてデビューしたばかりのある日、パリで同郷の 大御所作家ディ D っていう、まあ、女性とで出会い親しい関係になりますで希少本である人手なしの迷宮をディ D からこう手渡された僕とエリマンの秘密を、まあ、記憶の中核に抱えるー、ま d、あ、二人のこう出会いはエリマンがかつて佇んでいた孤独の空間に向けて物語の歩みを進ませていくわけです ね、エリマンとは何者だったか、彼を知る無数の声がこう折り重なりながら、このテクストを編み上げていくわけでして、その声の主となるのが、例えば白人の、ま、地の世界に飛び込んだ双子の兄への葛藤を抱えつつ、セネガルの村で治癒士となった養父、まああのな義理の父親ですね、うん、そんな二人との三角関係の中で彼を生んだ、ま、実母、ま、やがて彼の作品をめぐる、ま、大きな論争に巻き込まれた出版関係者たち。 まあ彼らの語りによって、エリマンの輪郭をこう、応援しながら、こう、なぞっていく、この物語は、絶えず黒人作家として視線を注がれ、アフリカの大地の代弁者と見なされ続けたエリマンのまあ心の内に宿るまあ孤独をこう、探っていく。そしてそのテクストを織りなす無数の声や、エリマンが抱え続けた孤独がこう、共振し、語り手の僕の胸に宿る文学そのものへのこう欲動が、こう、揺り動かされていく、みたいな、そういう、まあ、物語なわけです。うん どうですか,、えっと、じゃあなんかこの作品は本当に、ね、あの重層的に今の、ね、永瀬さんの見事なあのお話の中にもたたみ込まれていましたが作品そのものが、ね、重層的なんですけどもすごくあえてざっくりしたことを言うと、ね、一つはあの書くことについての小説でもあると作家が主人公で、ね、どうやって小説書くのかそれから 話に出てきたエリマンというね作家がどう書くのかっていうことなんですが、裏返しに言うといかに読めるのか、いかに読むかということが主題とも言えるんですね。つまり、あのセネガル出身でフランス語で小説を書くと、黒いランボーなんて言われちゃうわけですね。あのアルチュール・ランボーになぞらえられてね、ねフランス語でここまで えー、黒人作家が書いいたのかっててうう例えば見,見方をされてしまうそれから永瀬さんの解説の中にこれもありましたようにあのいろんな作品の切り張りがされているなんてね指摘があってその批判によって,、えー、燃,え上がって燃えてしまったりもする。でも書かれたものを読むって本当にそういうことだったっけっていう問いかけがずっとあるわけですね。 もっと言えばどうしたらこの書かれたね人でなしの迷宮なら人でなしの迷宮って作品を我々は読んだことになるのかならないのかずっと周りその作品の周りにあるパラテクストみたいなものにばかり目を向けてね中に入っていってないんじゃないのっていう問いかけがずっとずっとこう巡っていろんな角度からねあの実は読者である我々にそれを突きつけてきてもいるんだなと思ったんで 作品中にもね本が読めないやつのことなんていうか知ってるってんで、んで罪人っていうかね罪人ってそれは彼は言ってたぞなんて話も出てきてちょっとドキッとするわけですねあの中身を読み解けてるのかどうかっていうことも問い問われるっていうねそういう小説でもあるなと思いました、うん、なんかこれ読み味は全然違うんですけど最初の語り手がどんどんその語り手の座を明け渡していくっていうか <laughs> なんかその時点では結構そのさっきのアリスミスの,あの5月その他の短編にも似てて、でも全然読み味が違うっていうのがすごく面白くって。なんか、なんだろ、うこっちの方がね、常になんか問われてるってか怒られてるような気持ちになるっていう。<laughs> なんかあの、序盤は特になんか身につまされる、こう、なんか書くこととか読むことにこう携わってる人間からするとすごい身につまされる表現があって、あの、 冷えーっていう風に、こう、目を伏せたくなる、あの、もうあったんですよね。で、あの、ただその、なんていうかな、ちょっとこれもミセリに寄せすぎだろうって言われるかもしれないんですが、あの、いわゆる一人のその作家の横顔を、あの、追っていく小説でもあるかなと思ってて、その意味ではその作家そのもののなんかこう、存在というか、その姿そのものがすごい謎めいた部分。 それをまあ主人公っっていくっていいくうう構造ででもあると思うんですよね。うん、ただそこにあの面白かったのは皆さんおっしゃってる通りすごい語り手がもう複数個出てきてものすごいなんかこう多層化していくところがすごく面白くてこの第1部っていうか第2の書っていうふうにやってたその後の語り手が「えこの人?」っていうふうにきょとんとしたんですよねそういうなんかマトリオシカみたいに「えっ?」っていう感じでの語り手が,あのがどん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 なんかこう履歴構造になっていくみたいなところの部分も含めて なんか、そうですね。謎を貢献しながらも、なんかその語りそのもの自体にも、あの、というか、あの、惑わされるみたいな部分がところがあって、そこを、あの、味わうだけでも、全然すごく私は面白かったです。ミステリーマガジンで紹介すればよかったって、すごく後悔しちゃいました。うん、<laughs> いろんな要素がありますよね。なんかちょっと頂上的なというか、その、追っている作家に対しての、なんか、がぜ、うん、頂上的、伝説的なことが、 中盤からはなんか話されたりとかして、本当にさまざまな要素があって、これはどこに転がっていくんだろうという、なんというか、そういう、ね、すごいページターナーなところもありますし、あとはやっぱりなんといっても、その著者の すごく真剣に難しいテーマと、もうがっぷり真っ向から取り組むような、ま,あ、まだこの著者は1990年生まれなんですけれども、すでにあのこの前にももう一冊あの、平野昭人さ三役維持出版から、純粋な人間たちというのが出てて、これはこの今回受賞、えー、取り上げた人類の信用に秘められた記憶の前に出ているもので、 でそのゴンクール賞とかを取る前にその翻訳者の平野さんが持ち込まれた企画だったそうなんですよ。こっちもすごいに破裂で熱いですがもうどれもすごく難しいテーマを本当に臆することなく取り組んでいてなんかその扱い方とかその熱さですね著者のなんとかパッションになんか小説まだまだいけてるなというかなんかそういった 希望が持てるくらいの本当に熱量の込められた小説だと思います。本当、うん、そうですね。そしてこれで一言加えて終わりますけど、あのこの今回の作品もそうですけれども、えっと、アフリカの ルーツを持つ人々がヨーロッパの後追いをしているのでいいのかっていう問いかけがね大きなものとしてあって、これ、ローラン・ビネの文明工作ともちょっと重なる部分なんですけどね、そしてその問いは実は我々日本における文学のね歴史にも大きく響いていて、明治の頃にねヨーロッパで言ってるリテラチャーというものね私たち日本語でものを書いたり読んだりする人間としてはそれを真似るのでいいのか。 それとは違う何かね文学というものがありうるのかというのであの今から150年前ぐらいにね散々いろんな実験をしながらそして今に至るというね経過もありますのでそのヨーロッパの文物ねそれはもちろん一方で価値があるんだけどもそれを真似てるだけで果たしていいのかそうじゃないとしたら何をすべきかというねこういう巨大で根本的な橋本さんがおっしゃってくださった難しい問いにねあらゆる角度から ツッコミを入れたりあの立ち向かってるっていうそういう作品でもあると、ね、思いますね本当、はい、その今橋本さんがおっしゃった熱いっていうのは本当この作品にふさわしい言葉なんですよねあの500ページあるんですけどもやっぱ500ページあってうっと一瞬思うんですけどでもやっぱ読んでいるとこの作者の情熱がすごくこうページからこう自分を離さないっていうか でそのさっきその小説まだまだ捨てたもんじゃないなっていうそういう,こう文学に対する信念みたいなものを随所に織り込まれてて僕はすごいうわかっこいいなと思ったのがあの文学が世界を救うなどとは全く思っていなかっただが文学は世界から逃げ出さずにいるための唯一の方法だと考えていたのであるみたいなそういうこう、うんまあね、資源がもう連続なんですよいやね本当だからこのねあの本が 今回1位を取れたって、取ったっていうのは、本当すごく喜ばしいことだなって僕は思います。本当おめでとうございます。おめでとうございます。はい。というわけで、あの、僕、今、えぇ、ー、共有を切ったのはですね、えー、実は、えー、受賞作の翻訳をされた、えー、野崎さんが、あの、このオンライン会場の中に、えお、ー、越しいただいております。というわけで、えー、野崎さんの方に、あの、ご登壇いただきたいと思いますので、えー、中の人、準備をお願いいたします。 どうぞ、よろしくお願いします。ちなみに、あれですね、あの、ゴングル賞受賞作って、去年のあの、あの、あまり以上もそうだったんですよね。考えた。あ、野崎さん、あどうも、こんにちは。あ、こんにちは。皆さん、こんにちは、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にお忙しい中、ありがとうございます。とんでもありません。はい、あの、この度は、あの、受賞おめでとうございます。ありがとうございます。 野崎さんからもちょっとあの一言あの受賞の,あの言葉をいただければなと思うので、よろしくお願いします。はい。あの、もう本当に、ひたすら感激しております。あの、この本はやっぱりあの自分にとって、もうかつてない体験という一冊でした。というのもですね、一つは、あの、 うんなんて言いますか年齢の問題というのがありまして、えー、基本的に今まで、まあ、長くあの僕は翻訳やってきましたけど大抵は自分より年上の人たちの作品をお教えだいて訳してたんですけども今回はまあ30歳以上年下の, <laughs> あの若い人のまあそれこそ今皆さんがあの魅力的に語ってくださったようなもうパッションあふれるですね まあ大風呂式小説でありなんか若書きの勢い任せの魅力ですよねそういうのをもういい年こいたあの翻訳者がやっていいんだろうかっていう気持ちがまずありましてあのー、まあそれを背中を押してくださった出演者の方々 えー、とりわけこの翻訳にずっと付き添ってですね、さまざまなアイデアを与えてくださった佐藤香織さんにはもう本当に感謝しています。あの僕にとってはとにかく大きな挑戦で、まあに、フランスではこの小説はもう広く読まれて、純文学畑の本としてはですね、まあ、考えられない販売部数を叩き出していたわけですよね、社会現象になったと言ってもいいと思うんです。それをですね 自分が訳して何の反応もなかったらもう終わりだなっていうぐらいあの追い詰められた気持ちで <laughs> あの実はやっていました。まあ排水の陣というか決死の覚悟というかですねこれで何か反応なかったらもうやめろっていうことだろうなっていうふうに思ってやっていたのでまあ今回こういう形であのー 応答してくださったことには、もう本当に感謝しかなくて、もうただただあ,のありがたい気持ちなんです。それで、あの先ほど来、あの本当に、この作品の一番の読みどころを、皆さんが見事におっしゃってくださって、えー、もう共感して、うなずくばっかりなんですけども、あのこういう形で、まあ、フランス文学は何しろ。 まあ老舗としてずっと威張ってきただけにですねなかなか新しい息吹っていうものをが起こりにくくなってるかなって気もしないではなかったんですがこういう形でそのロマンっていういわゆるまあ長編小説っていうものがですねまた更新されていくっていうそのワクワク感っていうか。<laughs> <laughs> うんそれはもう答えられないものがありました、まあ読んでる。初めて読んだ時もそうだったんですが、訳している途中もまあこんなに面白くていいんだろうかっていうのが正直なところで、まあ、あのこれも先ほどご指摘くださったように変な要素も満載でもう途中から人がバタバタ死にますしその多くは書評家だったりあの研究者だったり我々みんなにとってですね明日は我が身っていうところもあってですねそれがまた答えられない魅力なんですよね。 ですからこの機会に皆さんにもう一度あの申し上げたいのは、本当これ、あのー、リーダビリティが高いっていうことを前衛的な挑戦でもあるにもかかわらずクリアしているっていう点、これさっき赤林さんがあのその点をお認めくださったご発言だったなと思うんですけれども、本当にミステリー畑の本が大好きな方にも読んでいただきたい本なんですよね。そうするとミステリーの、よくできたミステリーからすると、 あのまあ、とんでもないミステリーなんですけれども後にいろんなものが、ま、ずっしりこう残されるっていうその気分は個人的なことで申し訳ないんですけど僕はあの翻訳を初めて出したのが今から、えっと、もう35年前になるんですけどこれが出演者で出してもらったジャン・フィリップ・トゥーさんの「浴室」っていう本だったんですね。 これがまあ思いのほかうまくいきまして、それ以来まああの翻訳をさせていただいているわけなんですけども、まあ、当時、ジャン・フィリップ・トゥーさんというのも誰も聞いたことのない、覚えにくい名前だったんですが、今回のモアメのムブガルサール、これはいまだに自分でもですね覚悟しながらいか発音できない名前で、さらにこのタイトルがですね人類の神王に秘められた記憶、これまた自分でも忘れがちで <laughs> 焦っちゃうんですけども。 タイトルも本当にいろいろ考えましたけども、もうこういうふうにやるしかないかなと思って、うん、これ自体の翻訳も時々なんですが、き、まあ、今日こうしてですね、あのこの賞状を頂戴いたしまして、<っ>ここに名を刻むことができましたので、人類の信用に秘められた記憶というタイトルでお認めいただいたなと思って、大変嬉しく思っております。本当にあありりががととううごござざいいまましたしたた さっきあの、ちゃんとタイトル言えたかなって言って <laughs> っ、作者名からあの、タイトルからこう、ちょっと若干噛んじゃったのかなそうなんです、ないなすません。<laughs> 誰が言っても噛むような代物なんですよね、これが。<laughs> いや、本当にでも、あの、さっきちょっと見せる観点から、の、ちょっとあ、若干ちょっと狭い読みだったかなとは思うんですけれど、あの、なんていうかな、すごいやっぱ多面的なその楽しみ方ができると思いますし、あと何よりもやっぱ書くこととか、あの、読むとか、あの、それこそあの、バッタバッタ僕見てて、ここにいる人たちみたいなのが死に、死んでいく小説だということなんですけど、まあ、あの、そういうすべてその、 まあ、文,文学とかそういうことに携わる人たちにとって、何かしらどこかで刺さるような小説にはなっていて、そこがこう、なんていうかな、すごくぎゅっと凝縮されていて、それにこのあの多くの人の支持を得たのかなというふうにあの僕も捉えております、はい、ちなみに野崎さん、これは仕掛け、どれぐらいで翻訳されたんですかあどうだろう、ちょっと記憶がもう飛んできてですね。<laughs> あの本当にいやそれはちょっと全然考えてなかったんですけど,どだか佐藤香織さんとのメールのやり取りなんかを調べればいいかと思いますが<笑><笑>でもね,そね相当な労作だと思いますだって、ね、ただアフリカ文学の、ま、こ<う>文学史的なものももちろんこう踏まえなければならないはいはいもう必死でそれはあのにわか勉強をしたんですけれども <laughs> それ自体もまあいい経験になりましたけどもこのサールっていう人が 本当にあの自分の先輩たちの世代がやってきたこと、その苦しい戦いみたいなものは、ね、本当に深く学びながら、自分はやっぱ違うんだぞっていうことをここで宣言してる、そのなんか威勢の良さっていうものは非常に魅力的だなって思いましたね。 あの僕はこの本を訳す前直前にですねウェルベックっていう人の,あの長いものをやってましてこれはまあ,あの若い翻訳者2人に助けてもらって3人でやったんですけどもそっちは対照的に中年でを衰えていくっていうですねあのその悲哀を込めた作品でもう好対症としか言いようがなく。 そちらをやってる時は僕自身もまあそろそろもうこの商売も終わりかなみたいな気分に <laughs> させられるんですけれどもサールにはなんかこうもらっちゃったなっていう気はしますね。本当にこんな元気な文学があるんだよなっていうん励まされますね。それはアメリカのアフリカのこれまでの歴史が大変なものであっただけに一層ですねなんかすごく励まされる文学だなって気がしました。 いや、すごい、本当に異性の良さは本当におっしゃる通りですね。そのこの賞としても、これが1位になったことがすごく、なんかありがたいっていうか、染みるというか <laughs>、励まされました <laughs>。いやなんか本当に、なんていうかな、あの、すごい、なんか、こう、張りすぎの陣っていうふうに先ほどおっしゃられていて、あの、それの、ある意味、野崎さんもそういう、 楽も多分込められての、あ,あの、まあ、作品になったと思います。はい。なので、えっと、非常にこう。 またこれも先ほどの津村さんと同じなんですけど、身近でこう、くんじさん、本当にスピーチを聞けて、本当によかったと思います。すみません、本当になんかお忙しい中ね、出ていただいたということでんでもありません。本当に恐縮しております。とんでもありません。皆さん、本当ありがとうございました。受賞おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。佐々さんには、この後、ご藤さんから退場いただいて、いただいても大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。 はいえー、と今回多分、まあ、4回ひっくるめてかなりこう受賞作家、受賞翻訳者の方の,あのお言葉をすごくあのいただけたなというふうに思いました。非常に良かったとなと思います。はい、というわけであの海外の,早も演の方もですねあのまだムガルサルがうまく言えないのが残っちゃってる。<laughs> あの えー、ランキングの方は終わったんですけれど、ここからまたあの1票だけ作品をですねいくつかあの気になるものをチョイスしていただいたと思うので、えー、と皆さん、最後、バいバい言いながらあの終わりにしたいなと思います。またこれも、あのー、さっきの自己紹介順で、倉本さんお願いします私はこ,のこれはちょっと選ぶのもすごく考えたんですけれども、やっぱりまあ時代というか世相を考えて、コラムマッキャンのう無限画稽。 天一の砂漠の談笑、うん、これはやっぱり、あの、書いたときは、確か、あ、じゃあ、これが刊行された時点では、今ほどこのイスラエルの状況が、こう、悪化してない時で、な、うん何だったら、もう、タイムラインに、ちょっとなんか、あの、イスラエルが、どんどんその歩み寄りみたいなニュースも、ちょっと流れた時だったのに、こう、 まさかこんな観光された後にこういう状況になってしまってっていうことを考えたときに、この小説どういう作品かっていうと、まあそのガザ側にいる人と、あとそのイスラエルで、の 側にいる人だから、まあ、それぞれに自分の子供を亡くしてしまって、で、その憎しみに囚われることからどうにか打ち勝って、で、まあ、そう自分たちのような悲劇を繰り返す前ということで、対話っていう活動を続けていく。まあ、簡単に言えばそういう話なんですけれども、あの、最初と最後で、実はその中心に向かって、同じ、こう、というか情景に向かっていくように商談が組まれてるんですよ、戦一の商談が。です。あの、 ゴール地点というか、その中間にある、その合う地点というのが、そのお互いにね、その立場の違う者同士が、そのスピーチをする場っていうのが中心に据えられていて、最初はそこに向かって歩いていく、その、 イスラエル側の話だったりとか、そのそこに向かう、ガザ側の話だったりとか、でもその,その中心を超えると今度は、そのガザ,ガザ側にいる人たちの話から、まあそ、それが浮かび上がってくるっていうような作りになっていて、なんかすごくその両面からどうにかしてこう照らし出すことで、この問題をどう、なんとか解決に持っていくかっていう話を、まあ一生懸命その、 いろんな苦しみもあったと思うんだけれども、どうにかしてその細部を積み上げることで、その対立ではなくって、それこそその無限関係っていう形みたいに、まあ、その無限のこの辺を積み重ねていけば、それは限りなく円になるっていうことをあの実現しようとして、こういうタイトルになってるんですよね。つまりその角も、 その無限に増やしていけば、それは限りなく円になるっていうことで、でどうにかして円環するような、つまり世の中が対話できるような話になっていけばいいなっていうふうにして作られてるんだけれども、<laughs> まあでも実際、まあ現実っていうのが、それを凌画しているような今そういう状態で、私たちは何ができるのかなって、まあ常に考えさせるっていう意味でも、やっぱこの小説の一冊はあってよかったなっていうふうに思います。あの、そういう意味ではね、そう、無限関形っていう。うん 言葉に表れてるけど私がすぐ連想するのはフランスの哲学者のルネ・デカルトがねあの人間っていうのはえっと三角形っていうのはあの頭では理解できるけどイメージができないっていうことをどこかで書いてるんですね。うん、で我々はその今,日今ねあの倉本さんお話しくだすっていうのは現実の問題っていうのをついついですね三角形とか四角形ぐらいの超単純な 図形とししてて捉えてしまうんだけどそれを無限本当は無限角形と言えるようなねあの多,面多角的な話であるものをね我々いかに単純化してそして敵と味方に分かれて分かりやすい構図で捉えがちであるかってこともねこの「無限角形っていうタイトルにそのものにズばり表されていてねあの大阪時代ダブリンの出身の人っていうこともあってねあの 今まで書いてこられた作品もねそういう人と人が分かり合えない場面をどうしてどうやっていろんな角度から照らし出すかというふうにね作られてきたので非常にそういう意味では意識的にねあの理解し合え,え,えないかもしれない場所をいかに理解できる形にするかというなんかそういう話の象徴としても今回のねあの無限滑稽っていうのはなんかいい概念というか言葉だなと思いましたね。 もちろんちょっと一つだけエクスキューズしておくと、そのガザガードの現実に生きている人たちから見ると、それはやっぱり綺麗事に映ってしまうし、うん、その外部に立っている人たち側の人間がこんな風に美化して小説にしてしまうっていうことに対する批判はもちろんあるんだけれども、うん、あの、ちょうど NHK のドキュメンタリーで、そのイスラエルの人たちとそのガザ側の人たち両方にそのインタビューをしていくっていうドキュメンタリーをこの間見たときに、あの、ガザ側の人たちが言っていたのが、その、 もうこの回、これは解決しても外部の力がなくしては解決できないっていうふうにもう言っていた、絞り出すように言っていたんですよ。でやっぱそれはやっぱりずっと考え続けなきゃいけないなっていうふうに考えていて、あの、やっぱりこの一冊が常にこう棚の中に収まっていることで考えるきっかけになってくれたなっていうふうに思います。若林さんがミュートになってるかも。すいません、すいません。 カムカムじゃけんんなくてミュートもしちゃいました。すいません、橋本さんお願いします。はい。えっ、ー、と、私が投票したのはですね、あの、シーハンカルナティラカの。 えー、周りアルメイダの7つの月だったんですが、こちら2票作品なので、じゃあ1票で選び直して、あ私も実はそれ投票しました。我々が登壇者2人がたまたまかぶっちゃったので、<ー>じゃあまずこれは1票から外すとして、はい、<laughs> えっと、1票作品の中で私がこれも良い本なので、ぜひおすすめしたいというものが、<laughs> シーラン・ジェイ・ジャオの鋼鉄工場、えー、こうはくれないと書きます。中原直也さん役、早川文庫 SF 館。 ですえっと、これがですね、巨大ロボットものなんですね。変形する巨大ロボットで人類の敵である機械生命体と戦い続けるっていう、なんかめちゃくちゃロボットアニメ的ですし、まあ、歴史や現代やポップカルチャーみたいな、本当にいろんな要素が投影されてるんですけれど、一方で、すごくなんでしょう、うん、社会派と言っていいのかな、そういった部分もあります。まずでですね男女のペアで あのロボットに乗り込むっていう設定なんですけれど、そこがこれまで男性はメインパイロットで女性はそのエネルギータンクのように使い捨てられていくというような、そういったシス,システムだったんですね。でところが、あのその主人公は本当に女性はタンクでしかないのかってところに疑問を持ち、逆に最初のペアである男性を追い落とすようなことをします。でその後もですねあの ペアが、東大最強の戦士だが、地方の辺境出身で重罪人でもあり、 まあ先に溺れているような男、でまあ、その絶望的な状況にあるペアが、まあ、その中で戦っていくという話なんですけれど、まあ、実はこれあの、シリーズものの第1作でして、話としてはまとまってるんですけれど、一番最後の方に結構大きな、えこんな展開になっちゃうのみたいなところも来て、あここが第2シーズンなんですねというところで終わると。 まあ、ぜひあの、続刊の前にあのお話としては完結しておりますので、読んでいただければと思います。日本初翻訳の作家でした。はい。今日はあは怪獣とロボットと、<laughs> あの、巨大のを橋本さんが専門で紹介されております。はい。ありがとうございます。じゃあ、永瀬さん、お願いします。はい。えっ、ー、とー。 えっと僕が紹介するのは、えー、チャン・リュジンさんの月まで行こう、えー、バーチ・ミワさん役ですね公、公文社から出ている本です。あの、チャン・リュジンさんって多分、あの、皆さん、えー、聞いたことあると思うんですね。で、なんで聞いたことあるかっていうと、こ第1回目のみんなのつぶやけ文学賞の時にあの、倉本さんが、えー、紹介されていた、仕事の喜びと、えー、悲しみ。 の、えー、の著者の方ですね、えー、その方の,、まああのえっと、作品で日本で紹介されるのは多分これが2作目だと思います。えっとこれあの、まあ、その仕事の,あの仕事の喜びと悲しみもですね、えっと、あ,あの時に倉本さんがどういう風に紹介してたかっていうと、えっと ハイパープロレタリア文学みたいな言葉をつかあの使ってて。で、それ、あの、クオンの編集者の方がすごく気に入ってたんですけど <laughs> <laughs> この小説もやっぱりね、結構似てるところがあって、あの、なんでかっていうと、この主人公は、あの、ま、いつまでも会社からこう、まあまあ以上の評価がもらえない、昇進の見込みもない、まあ、ソウルで生活するのにギリギリの給料で対処飲んでいる、まあ、3人の女性社員なんですね。で、まあ、その、えっと、まあ、そういう、 ものの背景にはやっぱり韓国なので、どうしてもその女性に対する、こう、なんだろう、まあ,あ、扱いのひどさっていうのがもちろんあるわけです。で、その、じゃあ、その女性社員たちがどういうふうに、まあ、その現実をこう肯定していくかっていうと、仮想通貨に目覚めていくんですね。で、仮想通貨に目覚めていって、仮想通貨でどんどんこうお金をこうやり取りしていくわけなんですよ。で、その中でやっぱりその人間関係とかも一瞬こう崩れるんですが、この作品が面白いのが、その3人のうちの1人は仮想通貨なんか手を、 出さないでよ、みたいな。あの、もっと現実見ようよ、みたいなことを言うんですけれども、普通だったら、あ、そうだよね、みたいな感じで、そっちの方に引き戻されるんですが、この作品は逆に、あの、その、その子まで、こう、引き込まれちゃうってことで、あの、このね、クライマックスのこの言葉だけちょっと紹介させてほしいんですが、この言葉をね、最大限の肯定人生の肯定を込めて言った言葉、あの、小説って今までないなと思うのが、ねお金って最高。オンに何、何 大好きって言うんで、すよ <laughs> でお金って最高っていうのをもう嫌味も癒しさも惨めさもなく小説に、主人公に叫ばせる小説なんてもう今までやっぱりなかったわけですよね。で、やっぱそういうふうに叫ばせるこの力っていうものをが、やっぱりその今の韓国社会の現実に対するアンチテーゼにもなっていたりする、そんなこうあのハイパープロレタリア文学です。これあの海外文学読まない人でもこの 小山田博子さんとかそれこそさ津村き子こさん好きな人はぜひ読んでもらいたいあのチャジンネル人さんの、ね、今出たる2作はもう本当に今おっしゃったように小山田さんとか津村さんの読者の,読者の方読んだらすごく面白いと思うからぜひ読んでみてくださいって感じです。さっき永瀬さん、その一文を読むときの永瀬さんが今日一すごく生き生きしてたようなってい かかってきましたね緊張がいい感じにほぐれて <laughs> や、やっぱりいい本フレーズだと思う。ね、僕もいいフレーズだと思いながら、ついていちゃいました。はい、じゃあ、山本さん、お願いします。はい、ありがとうございます。いや、それにしても、ハイパープロレタリア文学ってとてもいいあの名前ですね。もっともっとそういうの出てきてほしいね。今の,あの日本の状況を鑑みてもね。それで、まあ、 あの現実をごまかしてはいけなくてむしろねどうやったらもっと良くなる方向にぶち壊していけるかっていうのでね元気をもらうようなあの作品出てきてそして永瀬さんのね今日一いい笑顔のお金大好きっていう <laughs> 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 肯定的なね叫びを。 あげたいとこですね。それはさておき、あの、私の、えー、っと、あげるのはですね、一票、これ自分で入れたんですが、エレナ・ポニ・アト・ウスカという、これもまた名前がね、なかなかスラスラ言えないんですけど、乾杯神様というタイトルで、えー、スキカラ・フミコさんの翻訳、あの、これ、ルリウルシ書というですね、元気書房が出している文海外文学のシリーズがありまして、 えっと、確か去年、あの、全、通算50冊に到達したというのでね、えー、っと、あの、長く続いてきてよかったなと思っているところです。で、このね、あの、ポニアートウスカさんっていう作家がちょっと面白い人で、あの、もともとはパリ、フランス出身なんですけども、メキシコに移住して、その地でですね、母語ではない、あの、スペイン語で物を書くということをしている人なんですね。で、作家で、えっと、ジャーナリストでもあると。 で、お生まれは1932年なので、もうあのかなりご,ご高齢になっていらっしゃいますが、えー、この本はですね、あの乾杯神様っていう,もうタイトルからして面白いんだけれども、中身の作りがまたね、何、えー、て言ったらいいんでしょう、これね、今日あのご紹介したペースワさんの本の中の朗読した一節で、どんな文章を自分書いてるのかわからないっていう二人りをね、読み上げましたけどね。 あの小説と言われたら確かに小説なんだけど読んでるとねなんかあ,のある女性に聞き取りをしてその,きその人が話してくれた生涯の話をねそのまま書いてるように読める。だからルポルタージュとかノンフィクションみたいな仕立てなんだけど。あの でも、ね、それはあの創作も入ってるんだっていうのは作者が言ってるんですけどねヘッサパン・パランカレスというこれも名前が言いづらいんですがパランカレスさんという女性へのインタビュー実際に実在する人へのインタビューをもとに構成されて、えー、現地は十九年1969年観光なのでもうだいぶ前のことなんですけどねその女性がメキシコシティでねあのいかに大変な人生を 送ってきたかメキシコ革命でも女性兵士として、えー、活動したとかですね、メキシコシティがどんどん変わっていく中で政治もいろいろ荒れたり、えー、する中で、どうやって地方から出身、地方出身の人があのそこで、ね、暮らしてきたかって、まあだからこの話を聞いた人一人の話を全部持ってるんじゃなくて、多分同時代のいろんな女性の苦労をした、いろんな目にあった人々の話をこう重ね合わせパッチワークみたいにして、 書いてあるので、嘘かかかか本当わかからないあの文学えー、っとね、これもようやくしようのない、そんなのばっかり私は紹介してますが、あの冒頭だけご紹介しておりますね。非常に魅力的な始まり方で、あのその語り手の女性がこんなふうに話を始めます。これで地上に帰るのは3度目のことでね。でも今回の転生、転生ほど苦しんだことはない。 前世で私は王女だったのさと言って始まるわけ。もうこの時点で普通じゃないわけですね。だって、あの、輪廻転生していて、今回3回目だとか言ってね、前世の記憶もありますよなんて、もう鼻から怪しいわけですね。だけど、この怪しいおばちゃんの話を聞いていくと、どん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 あの革命の時はな、とかね、うん、あの時はなっていうことが積み重なっていく。というわけでね、あの頭から読んでもいいですし、パッと開いたページから読んでも楽しめるというね。 作品として、またこのルリウル奏章私は応援したいと思っているので、あのそれも含めてですね、あのご紹介しました。ありがとうございます。それ50ね五十巻も続くんです<う>結構、あれあそそんなに続いてたんだっていう,ういそうなんですよ。はい。はい。ぜひぜひ応援をしたいです。じゃあ、はい、若林さんでしょうか。はい はい、最後ですねで、えっと。ミステリーでもすでに話題なんですけど、ちょっとミステリー以外の,あの小説読んでる方にも読んでほしいと思うので紹介します。えー、マーティン・エドワーズの諸経大広場の女、これ、早川文庫から出た小説なんですけど、えっと、マーティン・エドワーズってさんでどういう人かっていうと、ここにちょっとおお重いんですけど、持ってきたのが、探、え、偵、っと、小説の黄金時代という、えー、っとこれ、国書刊行会から出た。 えー、評論書があるんで、すねでこれは、探、え、偵、っと、小説の黄金時代っていうのはあの、イギリスのディテクションクラブっていって、まああの、日本でいうところの本格ミステリー作家クラブみたいな、探偵小説家の親睦団体が、まあ、あるんですけど、あのさ最初の創設会長,は会長がジー、まあ、ケン・チェスタトンで、まあ、アガサ・クリスティとか、あるいは独立チョコレート事件で有名なアンドリー・バークリーとかもあの、会長とかもあ、クリスティ会長を作る。 まあ、あのメンバーだったというところで、まあ、そのディテクションクラブがどういうふうなあのクラブだったかというとこと、えー、そこで起こったちょっと際どいですね、すごいなんか週刊文春法も目じゃないぐらいの,あのゴシップネタがですね、満載のですね、評論賞を書いた人なんですよ。で、これであのアメリカ探偵作家クラブ賞を受賞、評論部門を受賞した方なので、 この人はそのいわゆるそのクラシックミステリーの研究家なんだっていう、ちょっとマニアなおじさんだっていうふうにあの最初はストライスさんですね。で、この処刑台広場の女ってどういう話かというと、舞台がですね、1930年のロンドンなんで、えっと、現代ではなくて、第二次世界大戦前の,あの英国なんですよねで。そこでですね、あるその、えっと、駆け出しの記者っていうか、新聞記者のジェイコブという、えー、男がですね、 ええー、レイチェルサバナクというですね。ええー、ある女性探偵を、あの、を追っかけようというふうに躍起になってるんですね。で、このレイチェルサバナクというこの探偵はですね、ある時、突然、あのー、警視庁、ロンドン警視庁の中にいきなり、ね。 あの上がり込んでできてですね私はあの殺人事件を解決することができるって言って、本当に解決しちゃうんですよ。で、えっと、一部では、えっと、その功績によって名探偵としてもあのされていたんですけど、えここから説明することは読者にしかあの開示されてないことなんですが、どうやらですね、いろんな人間をあの死にあの追い詰め、ここ写真的に追い詰めて、死に追いやってるんじゃないかなと、この,あの名探偵、レイチェルサバナクは。 でこいつの,あの尻尾をなん、ね、とか掴もうとして、このジェイコブが冷中、えー、サバナ、レイチサバナをです、ね、ずっと追っかけるわけなんですけど、その先々でですね、密室状態になったあの中での、えー、死体が発見されたりとか、ですね、あのショーの上演中にですね、いきなり人が焼け死ぬとか、まあ、そういったですね、機械な事件が続発するという話になっています。 でこれだけ聞くと、なんかそのジョン・リクスンカーとか、いわゆる、あの、なんかそれこそさっきのディテクションクラブの,のメンバーが書いてたような、あの、古典探偵小説の、あの、オマージュを捧げただけの作品なのかなっていうふうに、誰もが思うんですが、ところがですね、読んでいくと、ちょっとその、いわゆる、いわゆる本格探偵小説とは違う展開を見せてくるんですね。 でえーまあ、それがどういう展開なのかは、あの詳しくは当然、ミセように言わないんですけれど、えー、一つポイントとなるのは、このレイチェル・サバナクっていう、えー、この女性が一体どうしてそういうあの人を死に追いやるような、えー、ことをやることをしているのかっていう、その謎を追っていくとですね、えー、追,ってく追ってその像が結ばれるときに、この作品というのが、実はその探偵小説のコマージュというよりも、極めて現代的な えー、女性像を持った、えー、スリラー小説であるということが、えー、よくくかってくるんですこの中でレイチェル・サマナクっていうのはどっちかっていうとその名探偵っていうよりもそうだなあのー、一時期ちょっと話題になったあのミレニアムあのスウェーデンのミレニアムに出てきた、えー、ド,ラドラゴン・タトゥーの,あのリズベット・サランデルみたいなああいうキャラクターが、えー、好きな人だとものすごい刺さりますし ここに出てくるそのレイチェル・サバナク像って、多分ミステリーのある意味で、えー、登場人物からすごい外れた部分とも思っているので、まあ、なんていうかなそのうーん、そういうヒロイン小説みたいなことが好きな方はぜひ読んでいただければなと思います。ちなみになんかこれ、何点か続編が書かれているようなので。 でこれで続編出すんだっていうふうにすごい僕はびっくりしたんですけど、ぜひですね、同じキャラクターがこう活躍するんだったら追っかけていきたいと思います。ぜひちょっと、もう既に結構話題になってるんですけど、あのミステリーを普段読んでない人でも楽しんでいただける部分があるので、えー、ぜひここで、えー、紹介したいなと思ったしたいです。はい、今、今注文しました。処刑代表が思うなのはい。あの、探,あの探偵小説の黄金時代も、これもすごい面白い。 それすごいですよね。れこれすごいです。どこまで本当か分かんないようなこともいっぱい書いてあってびっくりしました。これはなんか、こんなの書いちゃっていいのっていうところみたいなところまで書いてるので、うん、はい。あの、噂の真相を探偵小説バージョンみたいな感 <laughs> そうそうそう,そう <laughs> になっております。細 <laughs> かいな、みたいな。うん、<laughs> こちらも合わせて。はい。というわけでございまして、えっ、ー、と、国内編、海外編合わせての発表と、えっ、ー、と、作品の紹介まで終わりました。はい。 でここからはあのご連絡でございます。えっと、まずですね、あの雑誌の、冊子のボリューム4の刊行についてなんですけど、えー、今回、あの協賛チケット3000以上お買い上げいただいた方には、あの初夏に刊行、えっと、予定の、えっと、みんなのつぶやき文学賞のすべての方を、えー、っと、鎮定いたしますので、はい、えー作えー、完成の方を、えっと、お楽しみというところです。 ご支援いただいた皆様、どうもありがとうございました。いしたはい、で改めてですね、あのまあ、第4回の、えー、と開催にあたって、えー、いろんな方にご協力いただき、えー、特にそのご寄付いただいた方に関しましては、今回もその第4回、の無事に迎えられたこと、皆様のおかげでございます。本当にあのありりががととううごござざいいままししたた であの第5回の,あの寄付の受付ページの方は、ちょっとまだあのあの完成しておりませんで,すであのまあ今後、どういった形であの寄付を募るかというところもあのあの検討しつつ、でき次第皆さんにアナウンスしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。また、第5回以降ですね、あの今回、第4回まではリターンという、あの3000以上の方にリターンという形で冊子、作成あのしておりましたが、 この辺もですね、それも含めて今後に、あの逆に、まあ、冊子以外のことにもいろいろチャレンジしたりとかもいろいろ考えておりますので、えー、ちょっとここら辺はまだ未定ということで、ご承知をおきください。えー、ご協く力くいただいた方、本当にありがとうございました。はい。というわけで、えー、っと、終わりが近づいてまいりました。えー、最後でございますので、まあ、 一回ちょっと締める前に、えー、登壇者の皆さんから一言ずつコメントいただければなと思います。これも自己紹介順から行きましょう。桜本さんお願いします。 さっき、ちょっと、あの津村き子こさんへの愛がまた爆発しすぎて、うまく言えなかったんですけれども、<laughs> うどん陣営の受難、大事なところがあって、権力じゃない方の人たちを書いてるっていうのもポイントなんですよで。津村さんって常にじゃない方の側の人間を書き続けてきた人たちで、書き続けてきた作家さんで,で、やっぱりそのつぶやき文学賞のこう本質みたいなものもこう、じゃない方をすくい上げるっていうのが、一つの多分テーマだと思うんですよ。 でちょっとなんか、ね、ツイッターがいつの間にか X になってしまって <laughs>、投票方法も、ね、ちょっと変わったりとして、いろいろなんかイレギュラーなことが重なったけれども、まあ、そうやっていろいろ移すことによって、もしかしたら幅広くじゃない方を拾い上げてい,いけるのかなと思って、ちょっとちらっと思いましたじゃない方そうですね。 うん、うん、まあつなげると、うん、まあ今の X の状況がそういう状況ではないっていうところもね、真逆のことになっていると考えると、うん、うん、まあいろいろうん考えさせられるところでございます。うん、ありがとうございます。はい、じゃ橋本さんお願いします。そうですね。まず一つは投票フォームとかまあその今までとは違った形式でやる第一回ということで。 まあどうなることやらとちょっと心配する部分もあったんですけれども、やっぱりね、何か変化があると良いこともあるので、まあ、例えばその、今回任意だったんですね、SNS 上のつぶやきを集計するのではなくて、メールフォームで投稿していただいた内容を。 よければあなたの SNS にどこかで投稿してくださいみたいな、そういった形にした結果、やっぱりさらに裾野が広がったというか、まあ、1票、2票がものすごいボリュームになって、まあ、上位がまあちょっと、ね、少なくなったりというところはあったんですけれども、なんというか、よりいかに皆さんがこれだけ世にさまざまな本があり、そしてそのそれぞれに愛を、個人の愛を向けているかみたいなのが可視化できていて、 まあとは今回2位のマリアナ・エンリケスも1位の,あのサールもロベルト・ボラーニョのチリの作家でもう亡くなってる人の影響を受けたことを公言している方やアルゼンチン方やセネガルの作家とかでまあそういった何でしょうヒエゴの人がヒエゴの大作家の影響を受けてみたいなところもなんかすごい面白いし、うん。うん うん、なんかいろいろ越境性みたいなところも楽しく思いましたね。はい、以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ、なましさんお願いします。はい、もう気づけば、もうすぐ三時間。ということで、うん、あの、ね、まい巻いていこうというか、今回はコンパクトにやっていこうっていう。なんかこう、みんなの共通認識があったような気がするんですけども、うん、やっぱりね、こう話し始めると、でも止まんなくなる。うん ね、まあ、忘れよう <laughs> <laughs> い,いいこと、いい、いや、いいことだと思います。これは、うん、うん、本当に、ね、あの、お付き合いくださった皆さんも、あの、ありがとうございます。またよろしくお願いしますって感じですね。はい、ありがとうございます。まあ、なんか、あの、さらにこう回を重ねて、あの、お互いのなんかやりとりみたいなものとかねができるようになってきたんで、非常に良かったと思います。僕は、あの倉本さんには、あの君のクイズの、あのミステリーの部分を、私はそ <laughs> なかったけどって言われるのは 私は店に戻として、えー、ちょっとね、<laughs> <laughs> 来てきましたけど、まあ、それはまあ、<や><全然> <laughs> 忘れましょう。でもそのミステリーっていうね、<laughs> そのギミックの部分、うん、抜きにしても、うん、すっごい面白いじゃないですか。もちろん、もちろん。<laughs> はい。それはもちろん、はい。はい。ありがとうございます。<laughs> そしたら山本さんお願いします。はい、えっと、山本です。あの、今回も参加できて、本当に楽しい時間でした。 あの私は3回目の参加なのですけれども、もうなんか毎回ですね、あの皆さんの投票結果がどうなるんだろうというのを心待ちにしていて、えー、今回もそのリストをですね、あの自分で Excel に仕立て直したものをプリントアウトして、で読んでたやつはね、もちろんあのこう分かるんですけど、そうじゃないものもかなりあったので、ね、これを <laughs> いきなり全部は無理ですけれどもね、端からせっかくここにね、1票でも本当私はこの1票にとても大きな意味があると思っているので、 あのそれをですねあの、皆さんに教えていただいたんだなと思いながらあの読んで、で、これは多分ですねあの、次回になるまでにゆっくりゆっくりあの、このリストの全体を見ていきたいなと思うぐらいあの楽しくいろんなことを教えてもらっています。で、あのそ,うそういう意味ではね、さっきあの倉本さんおっしゃった、じゃない方も拾うというね、えー、じゃない方を拾うっていうのをちょっぴり言い換えれば、じゃない方も拾うっていうふ、ね、うにあの言うとさらにいいかなという気がして。 こののじゃないい方っていうのをね、もっともっとあの光を当てることもできたらいいと思うしそれからこれはまあ自分たちの首を絞めるからあの半分冗談として言っておきますがこの限られた時間の枠の中でこれだけの冊数を紹介するとですねついついあの今日喋れなかったことをどこかあの星新一の小説じゃないけどね穴に向かって叫びたくなるのでよかったらですね別途またこのメンバーで。<laughs> えー、ゆっくりですね、今日じゃあこの2、3冊でお話ししたらどうか知らんみたいなこともね、あの公開するかどうかは別としてあの、お楽しみとしてあればな、また嬉しいなというふうに思ったりもしました私はもう橋本さんと2人で入れた、マリアルメイダーの7つの月を、そうそう2票がこの登壇者の2票だったっていう <laughs>。そうそうそう、それも含めてね、あのゆっくりこのね、またお話しできればなと思います。本当あの このね、大人の皆さんだけじゃなくてね、えー、ご協力いただいた皆さんのおかげでもありますし、何よりもね、投票してくださった方々のおかげで成り立ってると思いますので、って私が締めるようなこと言っちゃいけませんね <laughs>、えー。ありがとうございました。ぜひまた次回もよろしくお願いします。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。えっと、じゃあ、僕から、えっと、最後ということで。 えっと、まずあの、まあ、あの改めてというか、再三になってしまうんですけど、あの今回そのあの投票いただいた方、本当にありがとうございました。えーっとまあ、今回ねあの、投票の形式を変えたわけなんですけれど、まあ、非常にちょっとあの率直に言って、かなりギリギリまでちょっと悩,悩んでしまったんですね。でえっと、メンバーの方にもあのいろいろこうご相談しながらあったので、ちょっとバタバタの面とかもあったりとかして、非常に今回はすごいご迷惑。 てしまったので非常に申し訳ないなと思ってますしちょっとあのお知らせとかも遅くなっちゃった面もあったのでその面でもあの投票していただいたユーザーの方には申し訳ありませんでしたという感じなんですけれどまあなんていうかなと結果的にはでも僕抱えたことはあの後悔してないというかあの正解だったなっていうふうにはあの思ってますあのまあ変えますっていうのはあの12月まあ,あ次だからかまあでも 発表したんですけど、ちょうどあの決定したのはもう年内にはちょっと発の決定はしていてで、ただ年明けになってね、あの例の石川県の地震があった後のその、まあ、X の,その状況を見たとき、たぶんツイッター文章が始まった2011年とか、その時の状況とは全く全然違う光景がやっぱ広がっていってしまったなというふうに思うんですよね。でああいうインプレお化けみたいなあいうのこう、ね、言葉が出てきて、今なんか流行ってますけど。 なんかさっきのそのじゃない方もあの拾うというふうな言葉が山本さ,さんおっしゃっていただいたと思うんですが本来的にああいうインプーバ化けみたいなとかインプレッション稼ぎみたいな部分ってところってこういうつぶやき文学賞が目指しているところとはあのすごい対照的だなっていうふうにやっぱり思ってるんですね。 この形式を設けたっていうところは、僕は判断としてやっぱり正しかったと思います。で当然ですね、あのいろいろこう至らない部分とか、あのどんどん工夫していくべき部分のところは、あのいっぱいまあ今回出てきましたし、まあいろいろこうもっと変えられたらよかったりねっていうところのあの部分の振り返りも当然ございます。でいろんなあの意見をですね、皆さんからもあの、まあ 登壇者もそうですし、三鷹さんもそうですしあの、メンバーもそうです、運営メンバーもそうですし、あの実際投票いただいた方からもいただいております。あのなので、まあ、そこはこう、いろいろね、あの意見をあのいただきつつ、また、んなんかな、あの、じゃないものも拾えるような、 今のその民服お化けみたいなものとは全く真逆の方向の部分にを目指していくような章でありたいなというふうに思っております。で、えっと、さっきね、あの今後、あの、寄付の形とかどうするかというところも、あの、まあ、整い次第皆さんには随時ご連絡していきますし、あとそうですね、あの、山本さんがおっしゃっていただいた、まだまだ語り足りない部分ってみんなでいっぱいあるので、それはもうなんか、あの、こういうね、一回の形に限らず、こう、みんなで出していきましょう。ですね。 はい、であとはその投票いただいた方からも今回コメントはですね任意にしたんですけどいっぱいいただいております。であの一応あの文婦学フリマは登録はしててあの実はブース出せるんですけど、まあ、そこにこう差し出すあの間に合うか間に合わないかという部分のところもあるんですが何らかの形ですねそういうコメント頂い,いたコメントについても発表していけるような場所が整えますのであのお楽しみいただければなと思います。 改めてですね、えっと、第4回、み、えー、のつぶやき文学賞に、えー、参加いただいた皆様、ご、えー、登壇いただいた、あのー、当の皆様、で、えー、寄付をいただいた、えー、皆様、えー、そして、あの、運営メンバーの皆様、本当にありがとうございます。あの、運営メンバーの皆様、本当に、あのー、みんな、本当に忙しい中で,ですね、合間を縫って、あの、いろんな、こう、協力しながら、こうやっていけたので、 えー、ちょっとね、ばたばたさせてしまって、大変申し訳ないなというふうには思いつつも、えー、ここまでやっていただけたのは、皆さんのおかげだと思っております。あの引き続きですね、ご協力あのいただければだと思いますので、よろしくお願いいたします。新しい仲間も待ってますよね、我々ね。そうですね。登壇者にせよ、ね、ボランティア運営スタッフにせよ。そうですねあの。なんていうか、仲間はもっと欲しいなっていう形ですね。はい 仲間も欲しいしいもっとこうしたらいいんじゃないかなってアイディアをね、どんどん持って持ち寄るように持ってるよっていう方、我こそはっていう方はあのいつでも、まあ、X の,あの DM 開放してますんで、まあ、DM が送れるようになるか、慣れない日がもしかしたら来るかも分かんないけれど、あのしてるようにしますので、ぜひぜひ、あの我こそはという方がいたらお声がけいただければなと思います。はい。ではですね、えっと、6時を回りました。はい。 えー、改めてですね、第四回みんなのつぶやき文学賞結果発表会の方をご覧いただいた方ありがとうございました。これ後アーカイブでも視聴できますので、あのキンタバメンテとかありましたらあの何度でもリピート再生いただいて構いません。はい、それではですね、あとはまた第五回に向けてあのいろいろあの頑張っていきたいと思います、えー。本日はどうもありがとうございました。これにて制さ,させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。 失礼します。<laughs>